ちゃんとできるように、絶対消えないように。いやー、本当にありがとうございました。社長も、葵ちゃんもありがとう。まあ、ちはお前、ちょ、スクショしとくわ。俺より下ってこと、わからしてるわ。パシャリ。やっぱ、日刊6位だ、24、LINE Pay 待ってる。いや、LINE Pay 待ってる？じゃあ、LINE Pay でチャージできひんかったから1000円送ったでしょ。今日の0時が結果や。いや、黙れよ。今、現時点で負けてんの変わんないね。あれか、すっぴんやったら配信できへんのか、ちや。そうですか、そうですか。ほんならまあ、0時になるまでにまたね、いろんな方が投げてくださると思うんで、ええ。まあ、どうせ、ちはちゃんが俺のランキング抜かせることはないと思います。お疲れした。うい。いや、ほんまに、川原さん、吉塚さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。いや、幸せが過ぎたな。マジで嬉しかったな。すっぴんでもやるよ。じゃあ今からつけてもう一回バトルするか？あ？吉継社長の暴走止まらんけど？ええんか、お前。お？いやー、マジでかっこよかったです。川原社長。マジで面白かったです。最高でした。今日はめっちゃ寄ってはるんです。ガチでありがとう。葵ちゃんもすごいよな。そんなに投げたことあった今まで。ありがとうな。やっぱ1位の。男を倒せたは気持ちよかったね。セナちゃんも行きます？次。どうしましょう？どんどん強いやつ行きますか？セナちゃんは基本的に行かないんだけどね。トコナツには勝ちたいよね。葵ちゃんそうやんね。セナ。お久しぶりだ。元気してた？PK 戦1位おめでとう。ありがとう。いや、やっぱり、もう、セナちゃんにおめでとうって伝えたくて来たよ。あ、ありがとう、じゃあね。え、バトルはしないの？バトルもしようよ。もう押しちゃってるね、バトルは。もう、ミラコちゃんがいなかったら、セナちゃんは、ん？誰も投げないの？うん、どうなの？え？みんなミラコちゃん以外で行くよ。あ、ミラコちゃん以外で、勝とうとしてるの？じゃあ、みなこちゃん投げたら俺にユリマ10発な。私が？え？やばい、9連勝しとる。美味しそうだね、9連勝。こっちには、ネクストレベルホールディングスの川原社長がいらっしゃいますよ。さっき、トコナツ。知ってます。知ってますよね、ご存知ですよね。さっき、トコナツくんと3回バトルして3回勝ちました、はい。ありがとうございます。マジ？すごく悔しそうな顔してました、トコナツくん。あいつ1200人いるのに負けてました。マジ？セナさんも9連勝美味しそうですね、それね。けど、やっぱり何でもゼロから始めるって大事だと思うんですよね。だからやっぱり、セナちゃんは、休んでもいいと思うんです。もうお疲れやと思うんで、もうPK 戦の時もプリコとやってる時、めっちゃ喉痛めてましたよね。咳込んでましたよね。そうです。知ってる？見てました。もう、セナちゃんはほんまもう大活躍されてました。本当にすごいなって思って。はい、ありがとうございます。本当にセナちゃんのルームツアーも見ました。いろんなTikTok からいただいたものを映してるのも見ました、うん。楽しかったです、あれも。なんでやろ、切り抜きで見たの？切り抜きじゃないです。リアルタイムでサブアカで潜って見てました。ありがとうございます。サンバイヤー。なんで見てたん？サブアカで潜ってた。サブアカやばれへんよりいつも潜って見てんねん。当たり前や。大卒じゃ、頭ええねん、おい。なんでバケネコちゃん。いろんな人なのに。そうだよ。吉継社長バランマ。ツバメバランマ。行くか。ユーザーバランマ。ヒデくんバランマ。この人名前ないの？はい？みんなで行こうね、みんなで。3倍です。みんなで行こうね。社長。ねえねえ、これ名前ないん、このユニバーのところね。名前がない。もう、プロソロちゃんとこもさすがに枯れとうよ。言っちゃったね。どうでしょうかね？わかんないですよ。なんかね、だって普段送ってこんくせになんか今ならいけるみたいな感じでね。リーダルが黙れ、こっちゃこっちゃこっちゃ、いくぞ !9 連勝を今ならいけるみたいな感じで。刈り取りましょう。来たけれども。絶対に。さすがにしんどいじゃないか、そろそろ。N ちゃんナイスけどね。ほんまに行きましょう、社長。これは絶対に勝てますよ。でも3倍そんなわけね、みんな。3倍ですからね。みんなで行こうね。絶対に勝てますよ。ワンちゃんナイス、ワンちゃん。これは、みなこさんが多分いないので、勝てますよ。コンベちゃんです、コンベちゃん。いけますよ。あれ？吉継社長。はい、みんなじゃみんな1キロ行くね。吉継社長。
やっぱ、ほんまにやばいんやけど、ニカゴイキだーザッやっぱ、ほんまにやばいんやけど、えよしよしよし、すぐ。ああ、ミュートにしてあげました。あ、こいつの口の動きが止まったらミュート解除してあげようと思いますけど、あ、なんか言ってた、ごめん。はい、なんか言ってた？よし、すぐ嫌い。ああ、また喧嘩売っちゃったね。喧嘩売っちゃったね。あのな、別にセナちゃんに嫌われても何も思わへんから。あやかちゃんっていう子が一番好きなんだから、よし、すぐ社長は。ありがとう、やばいな、葵ちゃん。プロソロ5位おめでとう、本当にありがとうございます。え、ちょ、え、セナちゃん。じゃあいいです。なんて？はい？じゃあいいです。ああ、拗ねちゃって、かわいいね。私に興味ない人に興味ない。ああ、言っちゃったね。うんうんうん。セナちゃんのところは、ミラさんとミナコさんがいらっしゃるんじゃないですか？え、今寝てはるんですか？どうしたんですか？いつもの勢いは。あれ？そうよ。え？そうよ。寝落ちしちゃったの？大事なタイミングで。え？寝てるかもしれん。PK 戦めちゃくちゃ頑張って。家庭でも。うん。家庭入れを控えとおけ。そんなに今は、そうなんだ。無理させられ。そうなんだ、うん。みんなにも無理させられ。そっか。まあ、ミラコさんは今、ギフレベ何でしたっけ ?40? うん、今。うん。48。48ね。俺さっきレオさんが来てくださいました。うん、ギフレベ見ました。49でした。ひぃーミラコちゃん、TikTok 始めてまだ3ヶ月とか。知りません。現状のレベルを聞いてます。関係ないです。プロソロちゃん、私10月1日、お誕生日やけ。あ、そうなん？マジで。それはちょっとメモっとかなあかんな。たまたまと手入れ中なんよ。あ、オッケーオッケー。それはメモっとかなあかんな。うん。え、優しい。あ、メモった。せなって書いといた。ありがとう。うん。来るのかな？ありがとう。来いよ、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 せなちゃん。さん、はい、来ない。やべっ！やっちゃった。は？ゲダ、ミラ、ミラさん。は？はは？はは？ちょっと難しいですね。難しいね。はい、LG ミラコ隊長ナイスさすがはい、ブーちゃんもさすがさすが豚モンちゃんもさすがありがとうミサちゃんもさすがヤスカもさすがありがとうちょっとミュートにしますね。え、1位、ヨシズギ社長、ありがとうございます。ミラコが起きてました。すんません。起きてました、ツバメヒデク。みんなまとめてすんませんでした。ちょっと待って。味噌汁、やばいな。え？やばい。ちょっと待って。冬眠中じゃなかったんですか？目を覚ましました。ちょっと待って、今ちゃうやろ、目覚ますタイミング。ごめん、ごめん、ユニは何個来た？マジで。は？ちょっと待ってね。315。ちょっとね。ユニは7個や。数えないと、7個。4567。315÷45しろよ。計算できへんのか？おい。お疲れ。300、だから、315,000÷45,000ね。うん、うん。うん。計算できないみたいだね。まあ一応勝ててよかったね。計算できんけど、勝ててよかったね。うん。そうなんや。315。喧嘩売ったっけんね。煽るからだよ。喧嘩売られると目覚ますシステムなのね。せなちゃん、本当にごめんなさいね。ちょっと失礼ぶっこいてすんませんでした。ねえねえ、なんでもっか送ってくる？いや、僕は、やっぱり。二勝先取りか何か？うん。いや、僕が勝つまでです。僕が勝つまでです。せめて二勝先取りにしてや。これ10連勝で切りよくから、もうすっと消えたいところやけどね。いやけど僕はやっぱセナちゃんの可愛いお顔をもう少し長い時間見たいんで最後泣きの一回だけお願いしたいっす。川原社長びっくりします。川原社長は僕の枠でギフレベ39から40に上がったばっかしなんですよね。ええー。そしてギフトスターイベント、確かセナちゃんが1位でミナコさんが1位でしたよね。ええー。で、社長は2位だったんですね。あやかちゃんっていう配信者にめっちゃ投げて、2位やったんです。多分セナちゃんにもミナコさんにもちょっと一矢報いたい。
もうこのバトル絶対もう勝ちたいと思ってはると思うんです。なので、最後もう一回だけお願いしたいです。すいませんけど、よろしくお願いします。誕生日来てくれる？あ、誕生日絶対行くよ。もし、俺が忘れてたとして、その後コラボした時に、うん、お前今回ってどういうつもりって言ってくれたらいい、うん、その場で投げるわ。俺が忘れてたとしてもね。うん、だってセナちゃん俺の誕生日にも来てくれたもんね。うん、そりゃそうですよ。投げますよ、それはもちろん。うん、誕生日は年に一回の素晴らしい日ですから。うん、ええ。あれもよ、あれ忘れちゃった。公式のバトルとかね。公式のバトル覚えてない。公式のバトル、プロデューサー出たの覚えてない、うんうん。俺がクリスマスの時に日刊H で撮らせていただいた時に、セナちゃんめっちゃ投げてくれたもんね。覚えてるよ。そう投げてくれた、覚えてる。うん。覚えてるよ。じゃあ、最後ね。最後の一回だけ。勝っても負けても。ごめんね、うん。はい、ありがとうございます。うん。うん、舐めやがってて、ね、みんな無理なくね。こいつマジで。何？あ、なんもないです。セダちゃん、今日も可愛いね。うん。ありがとう、ね。本当にもう、ユニバ7個差し込みはビビったよ。うんうん。ね、社長。もうみんな無理だ。でも無理だ、ね、あ、社長がいなくなっちゃった。よし、ミルコちゃん以外で頑張ろう。社長がいないなら。ね。よし、ミルコちゃん。バランマ。ランフにしたんですか？まだいましたよ。負ける気でも。あれ、ヨシツグさんいる？ヨシツグちゃんいますよ。ミラコちゃん、吉嗣さんが本気出したらやばいよ。150億の企業の社長さんだからね。やばいよ。そんなに無理しなくて大丈夫、立てんじゃん。やめて！ミラコさん。やめて。ミラコさん、俺は、ミラコちゃんとセナさんのためを思って言ってるんです。こんなバトルで、ね、連勝が消えたとしても、大事なイベントで勝てればいいじゃないですか。そうっすよね、セナちゃんも、ミラコさんも。連勝がね、うん、別に今消えたとしても、縦部で1位取れればいいですよね。逆に連勝が守れたとしても、縦部が2位だったら嫌でしょ？そうですよね。嫌だよ。嫌ですよね。だから、一回ミラコさん、休憩取りませんか？セナちゃんもミラコさんにあんま無理させたくないですよね。そうそうそう。そうっすよね。そう。そして僕は今日刊5位です。うん、そしてセナちゃんが日刊、うん、2位でもう 1M 行ってんの？やば。やべえんだけど、ほんまに。ほんまにやばいんやけど。1M 行ってはると思うんで。うん。なんでもない日に1位を取るより、うんうん、縦部で1位取れた方がいいと思うんです。なので、みなこさん。うん。一回、寝ておきましょうね。うん。はい。サンバイヤー。うん。本当にみんなで頑張ろう、みんなでね。本当に。行くぜ。縦部あるけ。ね、絶対に勝ちましょう。ほんま、ユニバ3倍で3倍よ！ヨシツグバラ早いねん。ヨシツグバラ早いねん。3倍でいかなきゃね。でもありがとうございます。わかった。せめて3倍でいかなきゃね。ツバメハートンマン、モフモフバラ。差し込みは絶対に勝てる方法を僕が教えましょう。ツバメバラハンマン、ヨシツグさんバラハンマン。絶対に勝てる方法。ユニバを3倍の時に、20個です。ヒデ君バラハンマン、134、125バラハンマン。もうユニバをもう20個いってもうたら勝てますわ、さすがに。ありがとう、ハルコちゃん。いやにも、スタートの時に20個いったら勝てますし、日課1位取れますよ。さすがに勝てます、それは。モンちゃん、ナイス、モンちゃん。ただ差し込みでどんだけ来るかですよね。さすがに勝てますよ。大丈夫です。ハートじゃないと、勝てますよ。ツバメ、シェイク、ブッキーな胸騒ぎ。イベントってものがあるけ。絶対勝ちましょう。みんなで団結して。ほんまに勝ちましょう。負担を減らしましょう。3倍の時に。みーちゃん、ワンワンワン。10個ぐらい言っときますか。オッケー。3倍の時に言っとけば絶対に勝てると思います。これ最後。行きましょう。ラストバトルなんで、1対0で負けてますからね。やばい、来てますよ。来てますよ。来てますよ。ヨシツグ？ヨシツグ？ヨシツグ！ヨシツグ！ふざけるな！ミラさん！ミラさん！嘘やん！マム太郎ちゃんもナイス！は？ほら！ガ。ちょっと待って。3倍でヨシツグそっち行けない？お前。ヨシツグー！ふざけるな、くわー！かわらずだな！ラーフの意味。いやもう、見たらわかるやん。ヨシツグ社長しかいないでしょ、そんな。もうめちゃくちゃ帯が出とる。めちゃくちゃ帯。あ、帯出てた、ティッカーにね。めっちゃ出てた。ラーフなのに。何してんねん。
勝負せえ、ちゃんと逃げるなよ。みんな、ヨシツクさんに拍手、ミラタに拍手。何してんねん。ミラタ見て見て見てたって。自分の数字みたいった。俺、そろばんパチパチ弾いてたからちょうど88でちょうどええ。やろって黙れ、化けねえから食べんな、お前。ちょっと面白かった。そろばんパチパチは。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちゃうね、負けてんだ、俺。ちくしょう。そっち行ったか。ちくしょう。よし、つく。いや、これで、俺のところに来て、ユニバばっかりで、裏切ったらめっちゃおもろいのにな。これでユニバが、10個ぐらい来て俺が勝てたらめっちゃおもろいな。それはプロソーちゃん面白いかもね。うん。アキさん、天気言いませんよ。あと1個い。は？あと1個い。ミラコーズミラコ。ごめん、ちょっと。バラのようにユニバ投げすぎちゃう、マジで、ミラコさん。ほんまに、そんなに、お前99やんけ、俺。は？ミラバ。やばすぎでしょ、ほんとに。マジでやばい。考えられへんで、ほんまに。いや、私も考えられんのよ。PK 戦も。1年ちょっとやっ。なんで？ PK もあってさ。PK も勝ってさ、別に何でもないよ、今日は。うん、別に。なんでそんな強いの、みやこさん。うん。やばい、ね。吉次社長もなんでそっち行ってんの？おかしいでしょ。普通に。露出は間違いない。間違いなくねえよ。露出は完璧や。完璧だよ、お前。いや、これはもう。ミラバー完全なる敗北だわ。欲しかった、あとね、1コイン欲しかったね。いや、何よ、お前。赤ちゃんを、お前、操るような言葉で喋りかけてくんじゃねえよ、てめえが俺に、お前。ごめんね、サブアカで行けばよかったね。一旦読みましょうね。あ、読みましょうね。ミラバー腹立つわ、こいつまで。はい、ツバメアキーさん、夏パパ、みんなまとめて出した。マッシュルさんもありがとうございます。これは。ミラタン。ハートちゃん、ナイスよ。ありがとう。アム太郎ちゃんもナイス、ありがとう。モンちゃんもナイス、ありがとう。うん、すごいです。4位まで、3件以上。みっちゃんもありがとう。やすくん、ブーちゃん、サンキュー。ひなちゃん、こんちゃん。ランフタップ、皆様ありがとうございました。1位。いや、今何位？うわ、1位いってるやん、今。1位。はい、1位。あ、すごいです。はい、おめでとうございます。もう、すごいとしか言いようがありません。さすがです、瀬名さんも、美奈子さんも。吉次さん戻ってきていただけたら嬉しいです。ちょっとやばいな、これ。俺、全然スコアは、今回は出なかったけど、プリコーの気持ち分かったわ、なんか。いや、プリンスコーヤの気持ちがね。強い、ミラコさん。99な、スコア出ないけど、プリコー。いや、全然レベルが違うんだけど、いやけど、強い、ミラコさんが強すぎる。ほんまにやばいわ。すごいね。いや、それこそ一番50。本当に私も言って。え、今、でも、ギフレベ48だよね、うん、こんなに投げてはんのに、ミラコさん。え、うん、てか、なんで、ミラコさんは、ミラっていうサブアカを作ったの？え、これ妹なんよ。はい？ほんまに言ってる？そういう設定でしょ？妹さん。ごめんなさい、うん、妹さんだよ、ね。ごめんなさい、アラブの石油王の方なんですか、ミラコさんって。いや、私、全然知らないの、何してるか。全然知らんの？気になって仕方ないんよ。いや、ごめん、ミラコさんとお会いしたこともないの？ない。絶対、なんか一回、お会いして喋ってさ、どういう人か分かった方がいいんじゃね？怖くねえの？なんか応援されすぎて。逆に。あったら多分私泣いちゃうと思う。なんで？だって。嬉しすぎて。ねえ、こんだけ応援してくれてね。うん。いや、ちょ、ほんまにもう、もうすぐ49レベルだって。あ、もうすぐ49レベルなのね。うん。やっぱほんま、レオさんより先に50いっちゃうんじゃない？こわ。だってさ、ペースやばくない？3ヶ月でしょ？今、3ヶ月。なんぼほど課金してんの？ TikTok に。怖い。あと800件。あと800件って、まあ、結構すごい。
スコアですよ。100万以上かかりますよ。でもすぐ行けそうですね、なんか。いつもでもあと10、ね、8M とか言って、次の日。あと 8M とかなるんや。次のレベルに行くのに。なる。やっば。全然あるんやけど、うん、すぐ減ってるね。やっぱ、だって、49レベル行ったらさ、50になるまで何 M いるんやろうね。めっちゃ気になるよね。え、そうだよ。うん、何 M やったっけ ?49 から50までって20 M とかじゃなかったっけ ?20 M もいるんや。やった気がする。違ったっけ、マジ25 M か。25 M もいるの ?25。うん。そう、25 M。4000万なんかね、50レベルまでが、うん、50レベルになるまでで全部で、うんうん、100 M らしい、確か。100 M? 100 M いるの ?50 レベルまでに。なったっけ ?50 やったっけ ?100 M やなかったっけ ?100 M やったら1億6千万ぐらいかかるよ。50 M やったら8200万ぐらいか。あ、100 M、100 M やっぱり。100 M いるんや。うん、100 M。家建つやん。豪邸1億6000。すごいよね。すごいね。なんかさ、昔はさ、その40レベルがすごい。40レベルもすごすぎたんだよ。昔はマックスだったのに。そう。そうよ。昔はもう40レベルって見たら、うわーってなりよったのに。マックスやったもんね。ちょっと。うん。異次元すぎて最近。怖いわ。セナちゃんは最近引っ越しやった、うん、引っ越したんやったっけ家。あ、そう、引っ越ししたの。もう一箇所引っ越せるんじゃね引っ越さなくていいか。あ、もしつぐさんお金だから。やばいな。やばいよね。私もこの、初めてからここまでは本当に、いや、ほんまに。ここまでの人は初めて見た、うん。あ、あとね、あの、すみかちゃんおるやんか。すみかちゃんって、なんか、うんフェラーリ F8 スパイダーっていう5100万の新車を買ったらしいね。最近。最近。おそうなんで、あの、お金なくなったからプロソロ応援しに来てほしいって言われて、いや、俺の方がねえわ、つって。うん。思ったんやけど。あの、ウィーンって開いてたわ。オープンカーになってたわ。動画で見たわ。すごーい。オープンカーもうすぐ50レベル。すごいね。男前。いや、ほんまに、レオさんが買える。うん。何々、うん、いや、ほんまにやばい。え、セナちゃんはなんかそういう大きい買い物とか最近したことあるの？それだけちょっと、最後、聞こうかなと。私ね、物欲がないの、ね。ないのね。だけど、お子さん、そうやって、とはなんか、うん、ね、良さげで、いろんなとこ連れて行ったりね、されてて。どうすんの？そう、子供ちゃんと遊ぶのが好きやけ。ほんま、じゃあもう、使うところないね。貯金やね、それやったら。ね。キャッシュで買ったらしい。あの、もうシングルやけね、うん。私が結局子供の一生、あれやけ、まあ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 。まあ余裕で一生というか、まあ、二生目、三生目も生まれ変わっても多分面倒見れると思いますけども。それさすがにね、でもね、どうなるかわからん、うん、まあ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 。そうやね、貯金はね、してるかなあかんわね。うん。事件がやばいな、怖いな、もう。だけど、本当に。ほんまに、ギフレベ50の方は、今この世には存在してはりませんからね。それこそほんまにレオさんが先に50で行かれるのか。日本にはね。ええ。あ、世界には いらっしゃるの、うん、世界にはいるよね、50で。いるんや。いるはず。これは、やばいね。いや。ちなみにさ、レオさんってあとどれぐらいで50レベルなるん？いや、けど全然、もう毎回聞いてんやけど教えてくれへん。毎回。うん、あ、そうなんだ。うんうん。吉津が弱い。何が弱いねん。いや、違う。そんな逆サイドが弱いでしょ、僕は。世界には2600人いるんだ。やっぱ。え、2600人もいるの？ほんまに言ってる？嘘やろ。ほんま、そんなおるわけねえだろ。吉津が弱いよ、ね。何が弱いんすか弱くないでしょ。その、1億6428万円を TikTok に課金してギフレベ50に行くことが弱いんですか？うん。一撃で何千万のギフトとかあるらしいよ。ほんまに言ってる？やば。それはどうなんやろうね。なんかドバイのやつとかでしょ。ガチであるの？もう多分それはね、なんかね、作り物気がするんよね。わからんけど。ああ、そうなんや。動画でなんか見たことあるみたいな。ねえ、見に行ったけどなかったって言ったりするの。ああ、そうなのね。いや、事件が
違いすぎるな、もう怖いわ。ああ。ね、さっき日韓もすごい高いやん。いや、セナちゃんがな。セナちゃんだけな。いや、日韓のまあ99位以内も高いよ。うん。ああ。上がすごい高くない？上も高いんですか？いや、僕上、今日韓国でたまたま今上行けてますけども、普段そんな高くないんで。うんうん。はい。ああ。いや、セナちゃんやばいな。いや、けど本当に、まあ、最後に一言だけ、ミラコさんと末永くお幸せに。はい。もうそれしか言いません。幸せです。あ、幸せですか？はい。ぜひ、デート行ってあげてください。はい、うっす。ミラコちゃんもみんなも言ってくれてるんで幸せです、本当に。まあ、はい、この借りは、中卒から150億の会社を作った、川原さんにね、頼って返させていただきたいと思います。はい。ギフレベ50は多分川原社長が一番先に僕の枠で到達すると思うんで、待っててください。50、はいはい。待ちます、待ちます。立て口をいっぱいやりましょうね。ですって、社長。はい、頑張ります。ありがとうございました。お願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。お疲れ様です。おやすみなさい。はーい。バイバーイ。おやすみ。はーい。次元がちょっと違いすぎたな、マジで。グレートファイアウォールでもそもそも中国の TikTok 入れないよ。ん？グレートファイアウォールって何かな？わかんないんだけど。社長やばすぎましたね。ゆかりまであと 16.1K やん。やば。社長ほんま、ってか、社長もやばいけどさ、セナちゃんも常夏もやばいよね。ありえへんのやけど、マジで。うん。ああ、うん、予算そうそう、俺にも投げて、2000万ギフトあんのほんまに言ってる？怖いね。ちょっととこ、あ、ミーもちょっと煽りに行くか。さっき負けたから。ちょっとミーも行くか、一旦。うん。あ、ケンタロウそうなのね。あれ？接続を解除しました？なんで？バグか。あれ、ミーモちゃん、今言ってんだけど、なんでだ？ビビって受けない。私今日カスタム違うし。え？大丈夫？あれ、ミーモちゃん。あれ、ミーモちゃんがいなくなったな。なんでだ？誰かとやってんのかな、今。ちょっと待ってね。ミーモちゃんの枠見に行こう。今日ほんまやばいな、マジで。いや、社長ありがとうございます。本当いらっしゃるかわからない。あ、ミーモちゃんもうライブ終わっちゃったんだ。ああ、行きたかった。配信終わっちゃった。今かな、うん、ちょうど行こうと思ったタイミングでいなくなっちゃったけど。ちょっと常夏だけ煽りに行こうか。いつ配信終わんねん、お前って言いに行こう。いや、辞退してきたけど、常夏辞退してきたあいつだっさ。何ビビってんねん、あいつ。特別あいつだっせ。おもれ最高。幸せ。今エンディング中やったよね。オッケーっす。いやー、最高でしたね、ほんま。ちょっとトイレ行ってきますね、皆さん。少々お待ちください。すんません。秒速で戻ってきます。いや、ほんまに今日やばいやん、マジで。いやー、ほんま配信って面白いっすね。ほんまに想定してないことがやっぱ起こるんで。いやー、
ほんまに今日配信つけてよかった、マジで。うん。お花摘み中ですいません。ええ。あ、葵ちゃん宝箱ありがとう。うん。すごいよ。72.1K。すごいね。葵ちゃん。ただいまです。ちょ、水がもうすぐなくなるな。いや、ほんと今日幸せすぎるな。誕生日じゃないのに。マジで嬉しいです。うん。常夏とのバトルです。いや、水が美味しいです、本当に。幸せ。本当に幸せ。最高すぎた原爆です。ありがとうございます、マジで。終わりたくなくなってきたよ。よっしゃ、誰か行きますか？誰か行きますか？この流れに乗って。今日、セナちゃんが一番ちょうどいいのかもしれないけどね。ちょっと、久々の女、まあ、ミレイちゃん行くか可愛いからね。だけど、あやかちゃんとの方がいいのかな？今、川原社長多分いらっしゃらないと思うけど、一応あやかちゃんのところ行こうか。うん。ありがとう、葵ちゃん、宝箱をいただきやす。うん。ありがとう。あれ、あやかちゃん、いないかな？いや、辞退されたんだけど、なんやね。もう一回行こうか。もう一回行ったら辞退してくれるのかな？あれ、これ言われたやつ？はい？なんて？これ言われてですか？ご申請くれ。言われてないけど、もう川原社長いらっしゃらないんじゃないの？いらっしゃらない。うん、そう、俺の枠にも多分もういらっしゃらないと思うけど。そう。うん。今日刊ないか聞きに来た、とりあえず。そういうこと？そういうことですか？またマウント取りに来たんですか？ちょっと。マウントっていうか、俺のランキングを伝えに来ただけ？うん。そう。あやかちゃんは今日刊何位なのかな？日刊40位。あ、俺5位だわ。ありがとう。またな。お疲れ。社長がいない状況だと、お互いどんなスコア出るのか楽しみだな。何自信満々な感じですか、ちょっと。いや、僕も誰もいません。ユニバー3つ飛んでくる。え？あやかちゃんの枠に？違う。俺の枠には飛ばないよ。さっき、だってセナちゃん、てかさ、セナちゃん知ってるよね、今日刊1位なんだけど。はい。セナちゃんと俺がコラボしてるときに、まあ、セナちゃん側からはミラコさんが当然ユニバー投げてくるやんか。うん。俺で、なんか、その、さっきまでのバトル、その、最後のバトルで、ミラコさんが、ミラコさんちゃうわ、川原社長が俺にユニバー投げてくれてたらいい勝負できてたやけど、はい、途中まで俺の応援してたやけど、最後の最後、セナちゃん側から、3倍でユニバー投げ出して、スピチャレで3倍いってね、ミラコさんと、川原社長が、それぞれユニバー1個ずつ投げたから、28万までいって、セナちゃんのスコアがね、で、俺が99コインで負けた。そう。そう。めっちゃ恥ずかったわ。さっきまで1番ってめっちゃ、ほんと取ってたのに。ん？ 1 番って何が？川原社長の1番って言ってたのに。まあね、ギフレベル40、俺のところで達成してくださいましたんでね。わー。やけどほんまにやばかった。さあ、皆さん10コインです。みんなありがとう。サーク。なんかマウント取ってくるからみんな。頑張ろう。いや、マウント取ってくるというよりか、マウント取られるスコアのあなたが悪いんじゃないですか。ミスター T シャツさんが大好きなプロソロだってコメントしてる。あ、大好きやったらこっちでユニバ投げんけよ。は？え、ごめん、ヨシツク？じゃあ、イエーイ、ヨシツク。そっちに行ったんだ。ふざけんなくらいだ。いや、そっちから来たよ、そっちから。そっちが来たって？え、そっちから来た。ねえ。そうなの？知らねえよ。ランオフだかわかんねえんだよ。うん。本当に知る。あ、コロスケ、そういうこと？やば。嘘やろ。もう寝てはると思ったから。いや、これはマウント取りに来るから間違えたってね、これ。すげえよ。もう、吉塚さん寝てはると思ってさ。いや、勝手に寝かしてダメです、こうやって。ねえ、ケイ君ありがとう。
つ49とかわっけよからしょうもないスコア出てるわ。どんどん彩香とやるたびに上がっていくやん、彩香のランキングが。ありがとうございます。ああ、ようさん、そうなの？私からだって申請してないもんね、これ。そう、別に川原社長も言われてないけど、そう、どっちもおらん状況でやるとどうなるかなって思って試しに行ってみたら、このありさまだよ。おかしいでしょ。え、私結構リスナーさん揃ってるよね、今。いや、社長以外誰投げてんねん、お前。みんな3桁2桁で揃ってないやん、別に。俺のこと好き言うてたミスター T、 お前タップしかしてない、金ないんか、お前な。おギフレベ37、俺より低いやんけ、社長け、それでも俺38。ミスター T 社長ちゃんはあれですよ、2アカで投げてるから。俺だって2つのアカウントで投げてるよ。本アカ38、サブアカ36だわ。ん何ごちゃごちゃ言ってんねん。アップだけゆで卵みたいな顔面しやがって、ミスター。パンマが変わっちゃったから、ポップコーンに。なんで名前変わったの？わかんない、私。なんでポップコーンにしたの？いやいや事前に調べとけよ、そんな言うんやったら。サクハートンマ。腹立つわ。社長。イェーイ。もう、何してんすか。女に投げてどうするんすか。おかえおったやしょ。なんで、むさ苦しいおじさんよりいいって。おじさんだわ、お兄さんじゃ、お前。31やぞ、これ、お前。私より若かったよ、お前。え、あやかちゃん何歳やったっけ。私、年は近いですけど。私より若かったってことは31より上ってことやね。31より上です。え、けど、童顔で見えないね、普通に。でも逆に31。あははは、いじめ嫌がらせね。お得意のいじめ嫌がらせね。自分のあの口から出てるニンニクの悪臭を自分で嗅いでるってことね。ああ、そういうことね。はい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 。若いんだ。腹立つ顔してるわ、こいつマジで。ムカつく。マルリル久しぶり。ムカつく。ありがとう、桜井さん。よ。久しぶりやな、マルリル。元気してた。負けるて。イエーイ。マルリル勝てたらフォローや。ナイス。ユトや、黙っとけ。かゆなってきた、負けすぎて。はい、マルリルサク。はい、みんなまとであれです。おちゃん、メンティー、ナイス。お薬飲もう。ありがとう、桜井さん。マサイさん、ありがとう。サナウちゃん、ケイ君、ヒロプリンちゃん、サクちゃん、ダイツ、ありがとう。ナイス、ナイス。あやかは強すぎる。おばさん。じゃあな、俺より下のランクの女。よう、何のフォローやねん。マルリル、久しぶり。日韓4位まで残り 15.9K。社長もいないんでしょ？社長はいないよ。いなくなってからこうやって私のとこに来て。いや、まあ、いや、いるかいないかわかんないんだよ。とりあえずよろしくや。こうやってな。まあ、2回までかかってこいよ、お前。何か知らんけど、パイナップル。私も高いよ、28。ん？本当に？高いのかな？計算してあげようか、俺とのさ。調子こいた男やな。下の方におるな、462.6K 離れてます。はい、富ありがとう。462.6K 離れてるということはですね、100万円課金しないと僕に追いつきません。以上です。ありがとうございました。本当に。みんな火ついた方は、この人に勝たせるように私のことをお願いします。え、青葉真司容疑者がいるんですか、そちらに。
京アニ事件の主犯格がいるんですか？いないです。みんな、この人にムカついて越したいっていう人は、私のこと、この人に越させてください。いません。越せません。いませんって言われた。みんな火ついたな。うん。心に火ついてもスコアには火つきませんね。ねえねえねえ。火つくわな。うん。え、なんか、え、牧場の女性なの？なんか、牧場で働いてる女性なの？吉継社長。お帰りなさいませ。私バカにされました。日刊28位をバカにされました。倒しましょう。バカにはしておりません。俺との差どれぐらいだって言われました。100万円課金しないと追いつけません。みんな100万円課金してこの人を倒しましょう。犬がワンワンうるさいけどスコアは全然うるさないみたいですね。ウシちゃんおいで、うん、ありがとうございます。みんな絶対に勝つよ。クラッカーありがとうございます。クラッカー30コインや3倍やから絶対勝たない。ありがとうございます。クラッカー、ちょっと待って。おい吉住ありがとうございます。さくローザだよ社長。クラッカーブッカー、ありがとう社長。別にブッカーを求めてないわけじゃない。私言われました。んプロソロとの差がユーザーシェイクシェイクこんなにあると言われました、社長。よしつげ !100 万円課金せんと。よしつげ、俺が勝てたらまた社長とファイトクラブ出ます。俺が勝てたらまた社長ファイトクラブ出るって約束します。むーちゃんありがとう。つまりありがとう。俺が勝てたら社長ファイトクラブもう一回出ます。俺が負けたらもう一回。私次回出るんでね。黙れ、俺は2回目出るね。黙れ、喋んな。多分私の方が需要ありますよ。知名度もありますし。そんなことねえわ。お前 YouTube 登録私の方が知名度あります。YouTube 登録者何人だ。私道歩いてれば声かけられちゃう。俺だって声かけられるわ、何回も。二人ぐらいです、声かけるの。いや、何回も声かけられたことあるわ、お前。二人で人生2回です。うん、人生で2回以上あるわ。むーちゃんありがとうね。1回以上あるわ、お前。YouTube 登録者おいで。牛丸おいで、牛丸。牛丸黙らせろ、お前。しつけしとけ。吉津がこっちや。吉津。あー、千代のちゃん、あれ、チャージ課金してくれたの？さっきの最後って言ってなかったっけ？ほんまに。千代のー。ありがとう、千代のー。3倍せっかく言ったのに。ありがとう、千代のー。みんなこの男にバカにされてます。この、私28位なんだけど、この男5位なんです。バカにはしてません。あなたのランキングが俺よりだいぶ下なだけです。だいぶ下って煽られてます。だいぶ下ですよね。5位と28位ってだいぶ違いますよね。吉継。なしてね。吉継さん、今どっち応援すべきかわかりますか？俺でしょ、どう考えても2桁なんですから。28位の私です。28位を5位とかに導くのにどれだけお金かかるか分かってんすか？でもそこまで上げてもらったんですよね。そこまで上げていただきました。なんならギフレベ39だった状態からギフレベ40に僕の枠でなってくれたんです、社長は。すごいな。すごいですよ。そして、ありがとう、千代。1位までは残り 603K です。だいたい100万円あれば1位いけます。100万円で1位いけるのか、はたまた100万円で28位から5位に行くのか、どっちの方が素晴らしいか分かりますよね。社長は本当に仕事ができる方ですから。ええ、分かりますよね。手伝いてからいろいろあり、バンクらいました。そうなの？大丈夫？やつぞ。むーちゃん、ありがとう。バンクだった？それちょっと運営にちょっと、連絡してみて。未来ちゃん、大丈夫？リナちゃん、宝箱ありがとう。僕誕生日2位やったんで悔しい。リナちゃん、ありがとう。今日は1位行きますか。社長の力をもってすれば、1位は楽勝です。ただこのバトルで、勝ち逃げドローンしましょう。やだ。リナちゃん、トミーありがとう。もう牛乳をなんか生産してるな、工場で働いてるような、ババアに勝つぞ、行くぞ。ババアって言われたか水玉なんだけど。黙れ、ババア。ハートミーありがとう。うん、ミナイちゃん。連絡してみて。一撃です。で、まだこの時間ちょっとスタッフ対応できてないけど。勝った時は、ヨイちゃーん。もう寝ちゃったわ。MVP、千代のちゃんに。黙れ。28位、しょうもね。はい、さっきありがとうな。はい、みんなまとめて、もう眠くなってきたか、おい。あ、むーちゃん、もう拍手。やばいな。つまみちゃん、りなちゃん。やばいな。ゲロちゃん、ハートちゃん、みんな応援、ありがとう。拍手。
いや、セナちゃんだけやってるけど、ちょっと俺1位行きたいな、ちょっと今日。まあ、パイナップル姉さん。ちょっと、川原さんと一回休憩してきますわ。あ、そうやって、私とやると飛ばないから逃げるんですね。飛ばないとかそういう問題ではないです。そういう問題ですよね。いや、全く違います。飛ばないんじゃないです。パイナップルさんと戦わせていただいてるときに、僕のスコアがあまりにも低かったら、せっかくパイナップルリスナーさんが投げてくださってるのに楽しめないかなって思う気遣いです。よし、じゃあグローブ集めしようか。もう一回お願いしますだろ、お前。日韓語やぞ、こっちとら、お前。もう一回お願い、嫌ですとかダメだからね。はい、お願いします。無理でっちゅー。ああ、逃げるんですか？ラストバトルな。わかんねん、逃げたわ、俺。逃げたやとあかんねんって、さすがに。社長代理はダメですよ。いや、社長、社長ありがとうございます。いや、ほんまに、社長がそっちに行っちゃったらもう無理なんだって。いや、今はいないって。何を言ってんの？さっきクラッカーもらってたよね。はい、そう、クラッカーもらったよ。ビビったわ。何回逆サイドから行ってんねんって思って。いや、でもさ、セナちゃんの時はユニバでしょ。私の時クラッカーだから、そんな板ないだろ。逆サイドに行っちゃうのは結構辛いぞ。わかるやろ？クラッカーでも。クラッカー可愛いけどね。うん。まあ、ユニバももうそれはそれでおもろいけどね。おもろいんやけどね。うん。うん。だから、あれでしょ、プロスロはトロミちゃんのこと好きなの、トロミちゃんより私にライオン投げたりするのと一緒だよ。だから社長もプロスロのこと好きだからそうやってやるのよ。ありがとうございます。ミキヤさん、シンゴさんありがとう。嬉しいです。うん。うん。確かにもうずっとその同じやつばっかり応援してると飽きるからね。いろんな遊びを楽しんでさ。うんうんうん、うん。うん。TikTok ライブね。そう、うん、投げてもらうのが当たり前って思わずにな。こっちに投げるのがおもろいわな。ああ。お前また川原社長のおごぼれもらおうとしてんちゃうぞ、これはお前。違うよ、この人は期待してる、期待してる。期待して1位まで 600K ですよとか言ってな。ああ、期待してるわ。言って期待したくて、パイナップルに投げて、俺と同じ日韓5位まで連れていくのか、俺に投げて日韓1位まで連れていくのか。まだありがとう。同じ金額やったら俺の方が価値がありますよ、ね。じゃあ、知名度のないプロソーに投げるか、知名度のあるパイナップルじゃない。何やお前。俺5万人じゃん、お前。言ってみろ。それ YouTube な。バラバラ。で YouTube の企画に出るんでしょ、あなたは。YouTube の企画に出るんですよね、社長ファイトクラブ。YouTube の企画に出るよりか、その人のそもそもの知名度が大事。お前は TikTok のフォロワー多くても YouTube のフォロワー少ねえだろ、よう言うよ。だからそれはな、プロソロより始めるの遅いからな。言い訳すな、関係ないねん。プロソロより始めるの遅いからな。関係ないねん、黙れよ、お前。ごちゃごちゃ言い訳ばっかしてやがって、お前。行くぞ。2番2位、ドーナツありがとう、シェイクシェイク。日韓4位には行きませんか？ 3位には行きませんか？行きましょう。社長、誕生日2位やったん悔しかったんす。1位取りましょう、今日。頑張りますよ。社長が。頑張ってくださったら俺頑張りますよ。ルフィを頭の中ペーン、行っちゃってますから。どっちも。チアロー。おい！チアロー、チアロー、チアロー。ありがとう。人のできない青いマジで愛してるさ。一個すぎるぜ。ナイス。あれ ?365 コイン。パイナップル弱すぎる。なんか言ってます、この男。4桁にしてもらっていいですか？さすがに。さすがに3桁はちょっと、僕のリスナーもちょっと手緩まっちゃいますわ。みんな4桁行きたいね。アキさん呼んできたらどう？ねえねえねえ。アキさんいらっしゃらないの？ねえねえ。アキさんさっきコーギー投げてくれた。アキさんはユニバとかはあんま投げはらへんもんな。アキさん目立ちたくないもんな。アキさんからユニバースは、ああ、そう。昔は。あ、食べてもらったね。うん。うん。さっきは強かったのに、今回全然やな。ドハドハドハ。なんか言ってます。スコアも口も全く動いてない。今は、もう、動かない。あー動くよ！あー、みんな動こう！ねえ、4桁にしよう、4桁に。ブーブーがちっちゃいねん。
みんな4桁にしよう。さすがにちょっと、この人に煽られすぎたパイナップちゃんかわいそうだわ。もしもし、3桁ってどうやったら出るんすか？は、いつも2桁なくせにな。は、お前4桁やけど目見えへんのか、お前。いつも2桁なくせにな。いつも3桁、2桁。もうえって早くせよ、4桁まで来いや、まず。話になんない言われとるわ。吉継社長。シェイク。おはようございます。シェイク、シェイク。もうすぐ5時になりますね。ラジオ体操一緒にしますか。スコア動くところのとこ行きたいって言ってるな、この人。おとりめだ、お前。川原社長が退屈してるだろうかってね。あー、川原社長葵、葵。みんなこの人を倒すぞ。葵、葵、マジで。いける、絶対に。葵。あー、ありがとう。おやすみちゃん、ひや、ひや、あ、ありがとう。ヒアディオさん、ありがとう、イエーイ、あ、イエーイ、あ、イエーイ、しかも、アキさんも入ってきた。あ、イエーイ、あ、イエーイ、あ、イエーイ、誰がスコア動かないだって。あ、イエーイ、勝った時は、ヨイちゃん弱いんじゃ、弱いんじゃ、うー、ピカチュウ、黙れ、カッパ喋んな、お前。黙れ、ピカチュウ喋んな。ミュートじゃん、お前。せえ、こいつ、あい、青い、ありがとう。ごめんな。あ、ルフィもありがとう、フォロー しときましょうかね。ごめんなさいね。よう、しゅん、みんなまとめて、ナウシュンじゃいけない。川原社長、大好きかなめ。あきさんいらっしゃったんですね。ありがとう、ちよろちゃんもありがとう、りなちゃん、つばめ、あーな、しんご、あめちゃん、みつや、ふうか、ありがとう。ちょ、聞いて、俺、さっきさ、こうやってめっちゃ暴れて、川原社長がユニバーいただいたときに、ドゥーやってたらさ、普通に、爪当たってさ、ちょっと出てんねんけど、トマトジュースが。あ、コンシーラーで塗るわ。コンシーラー持ってんの？おう。ニキビ跡を隠すためにな。持ってんだって。これ大丈夫な。うん。恥ずかしい。負けた。持ってるらしいです。ちょっと待って、もう、アキさんも社長もそっち行っとったら負けるって。でも、アキさん今投げてないけど。うそやん。ほんま。イエーイ。で、日韓何位だったの？勝ちましたー。まあ、こんなちっちゃいバトルでしょうもないスコアで勝った気になってんじゃねえぞ、これ、お前。日韓何位や。イエーイ。日韓29位。あ、俺5位だわ。じゃあな、おばちゃん。じゃあ。コイン限界？コイン限界なの？ほっぺたほんま、暴れすぎてマジで。吉継ぐ、何してんねん。逆サイド行き過ぎや。いやー、僕より上のね、日韓用意のゆかりさんとか、みかままとかね、とこなつくんはもう、配信終わってるみたいで、3位になるためにはあと 36K ですか？いや、ユニバ一発で3位いける。やば。今日やばいな。社長、1位取りましょう。誰が行きますか？次。芝ホグワーツ行くかな。こいつ多分強くないでしょ。いや、辞退早、千葉ホグワーツ。こいつなんなん、千葉ホグワーツ、お前すぐ辞退すなよ。何をやってんのこれ。千葉ホグワーツちょっと検索しますね。なんか一人でしゃわってるやん。あ、もう終わるんか。アリサ、おやすみ。ああ、こいつ日韓12位のくせにもう終わる。え、いや、千葉ホグワーツね、めっちゃ辞退してくるんですよ。今これ見ながらやってるんですけど。おやすみ言うてるんで。ずっとね、いや、コラボオフにしましたわ、こいつ。腹立つわ。川原さん、すいません。ちょっとコラボオフにされたんで、ちょっと、いけないんですけど。強いやついきますか、じゃあ。村尾とか多分強いんで、あ、でも日韓の上から行きましょうか。行ってこようか。いや、けどもう終わると思うが、多分。まあまあ行ってくれたら、じゃあ、うん。葵、頼むわ。けどもうすぐお休みって言ってるけどね。じゃあちょっと待ちましょうか。葵ちゃんが行ってくれるみたいなんで。いや、けどこれ終わる流れだからね。行きたかったんですけどね。友達なんでね。それにコラボは、遅れるんですけど、おやすみみんな言ってるから、絶対寝るよね。
いや、これ、絶対終わるやん。いや、これもう終わるやん、100。あ、終わったわ、もう。いや、もう、お前、終わんなよ、日刊12位で、お前。ふざけんなよ、マジで。すんませんね。いや、ほんますんません。葵ちゃん、行ったのに終わられてごめんな。じゃあ、コーラのこだわり花行くか、ちょっと。いいやろ。何やねん、お前、どうしたやん。もう。おい、今日調子悪いんけ？なんて。9連勝しててさ、8連勝してて。おう。9連勝行くときに、10連勝目標、10連勝したら終わろうみたいな感じで。おうほう。で、9連勝手前で、駆られて。おう。駆られたことによってみんなの気分下がっちゃったのか、そっからもう。で、日韓ないな、今。65位。日韓5位です。あ。息してる？大丈夫？花ちゃん。だから、その、さっきからプロソロに川原さんがついててさ、おこぼれもらってる子たちおったやん、一緒にバトルしてて。あ、そうそう。逆サイドがいっぱい行かれた。もうそれがあるかなと思って今ちょっと受けた。いつもすぐ辞退するくせにな、てめえ。でもね、今もう自分の力じゃやっていかねえ。おこぼれもらおうとすな、お前。ほんまに。次は4回タップ。そう、もう今そんな感じ。なーにやってもなーって言われた。いや、たまたま音出たわ、今。うん。ようちゃんありがとう。目やにが。さあ、行くか、社長。そろそろ日韓4位とか3位行きましょう。ユニバ一発で行けますから。もうさ、うん、プロソロはさ、その自分のことのように、そのネクストレベルの川原社長、なんとかなんとかとか言うからさ、うん、ああ、ありがとう、その、覚えてしまって、この前多分覗いてくれた時にさ、あ、プロソロのネクストレベルの人やって言っちゃった。なやそれ。俺のライバルになりうるわけねえだろうが、川原社長が。いやだから違うよ。プロソロがいつも自慢するやん、自分のことのように。俺はプロソロ、あ、ネクストレーベルの川原社長に出会えたことによって、なんとかなんとかとか言っても。いや、それはもう、本当にだって、社長がいらっしゃらなかったら、俺なんてオワコンチャンネルだからさ。あ、おはよう。うん。3番や。行くぞ。ちょっと、もう、目薬誘う。ちょっと、みんな10コインやぞ。行くぞ。サキティーン。ちょっとみんな配信8時間目。8時間やば。やりすぎやろ、配信。10ポイントいける人。みんなで協力。10ポイントはいってみよう。3倍です。ミスはシェイク、ブギーダムいいからね、でもいいよ。サッカーありがとう。味噌汁バランマ。ねえ、ああ、ありがとう。行きましょう。バラネイチュ。3倍です。50秒3倍。日韓3位、行きましょう。ケワハラ社長、ユニバレ。カメバーガーは多分ここで寝落ちしてんねんな。シュン、ピンポン。カメバーガーは俺んとこおらんけどな。うん、いや、花のとこ寝落ちしてんねん、多分。あ、マジで。バラバラバラの位置。行きましょう、社長。無限の体に。あ、初見です、初見じゃないや。行くぞ。30秒に。3分。ゆめゆめ、ももなって話してんだけど、ももなっちゃう。逆サイドはもう飽きたでしょう。頼みますよ。逆サイド、そんな投げてんの？逆サイドで。めっちゃずっと。ユニバレがさ、ユニバしか通知こうへんけど、ユニバですらもうなんか5件ぐらい来てたもん。もうほんまにやばい。なくちゃ。でもミラコさん、ミラコさんバリ投げとったな。そう。めっちゃ、葵ちゃん、やめてやめてやめて。やめないで。グッバイ。葵はほんまに可愛いすぎる。マジでナイスすぎる。葵愛してます。ありがとう。いや、ヨシツコバラいらんねん。なんしてんねん。バラいらんねん。かわいい、ミカ。おこぼれもらえると思ったら、お前もらえてないやん。え、2倍の時に来んの？おこぼれ来るとしたら。いや、知らねえよ。そんなん聞くなよ。川原さんの気分だから、そんな。え？ゆめじくももなちゃん。あ、ありがとうございます。いや、でもももなちゃんってもう一人おらん。してね。だって、違った。メガネがこぼれてる。ちょっとメガネをちょっと使ってください。触ってる。ありがとう。はなちゃんのスーパーは終わってる。買ってる買ってる今。いや、今だけな。ヨシツク笑いなんねん。グッバイ、葵の将来の旦那は俺です。俺もちょっと配信時間今日、葵ちゃん。煽られてバック投げできる人もおらんし。なるほどね。俺も43分やってる。目が霞んできたぜ。いやでも、そんなやって、今日韓5位やったら、全然楽しいわ。まあな。うん。めっちゃ楽しい今日。飛ぶから楽しいよな。いやけど、逆方向に飛ぶことが多いよ、今。あ、それ嫌やな。嫌やけど、楽しいよな。さあ、香水です。あー、花火ないぞー
よしつぐ。花火玉よ。あ、ありがとう。社長、めっちゃ今日ね、長い時間起きてはりますよね。よしつぐハートウンマ。そうやな、そんな長いってこと見てる人やねんな。うん。やっぱ熱くなるんだよね。海さんとかとやってる人やろ。青い花火、プエー！よしつぐクラッカー。葵ちゃんもほんまに強い。葵ちゃん多分今日お休みなんだわ。葵ちゃんとかレオさんとかスミカちゃんとか川原社長がもう今日やばい。やばいなぁ。うん。今、その、ん？川原社長のなんか話してた？何言ってたか、うん、あんま聞こえない。春木海さんとかとも仕事してるやん。そうそう。春木海さんと、ネクス、違う、春木海さんと YouTube の企画で社長ファイトクラブっていうのをやってはって、それに俺が呼ばれたのよね。そっから。うん。うん、勝つよ、ずっと負けてるからね。やっぱ次は桜バランバ。え、おー、桜バランバ。勝ち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 。来たらお届け、川原さん来た。社長、行くぞ。川原さん来た。え？そっちかい。いやいや、来てただけやった。来てただけ？あーいー！え、いいこと！え？何？勝ったよ。吉杉くれー！ありがとう。ああ、ありがとう。誰が投げたん最後。普通に、リスナーさん。ああ、ランオフのね。ありがとう。何回負けてんだよ、俺ずっと。ももなちゃん、チュチュチュ、シュキシュキ、やっぱシュキ、ラッキーボーイ、サージ、ミカゲ。まあ、オカメ納豆みたいな顔面したって、こいつマジ。はい、葵ありがとうな。葵今日めっちゃすごいや。どうした？愛してるよ。吉継、107コイン、舐めてんのか？ふざけるな。嘘です。ありがとうございます。そしてさっきルフィを、味噌汁、みんなまとめて。うん、プロゾロ、カダチーピョン。ミュート解除。コイン限界か、チャージ葵。吉継ってさ、川原さんのことやった？そうそうそう、川原吉継社長って言うねんで。なるほどね。なんかずっと吉継、吉継って言ってるけどね。ヒロノリ、なんかヒロノリみたいなことやな。そう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 。もうすぐ、まゆちゃん。俺の下の名はヒロノリな。花は花やからそのままやよな。野球練習をしていきたいねんけど。ねえ、なんだ、ピザボックスやばい。びっくりした。ピザボックス？川原さんのちょっとお遊び始まったんちゃん。花のとこに入ってきたと思ったら、いけそうと思って多分あれかな。うん。あ、勝てそうやから投げんでええわと思ったかな。うん、タッティいらっしゃい。あー、チャージできない。また青いそうなってんのか。目がシワシワや、これ。どうしようかな。何？あ、違う、ほんまもうね、目が乾燥してきた。俺、やばい。わかんで、わかんで。鼻カラコンやから余計。ああ、カラコンはもっとやばいよね。ああ、ラストバトルじゃ。勝たせんかいっか、お前。気使わんか、お前。ありがとう、たのりょう。チャージュー行くぜ。みんな4回タップね。じゃあ3位までは行くぜ。さすがに。ちょっとみんな、ラストバトルってどういうこと？あとユニバが。ありがとう。ラストバトルって花とだけやろ？何でどういうことどういうこと？はい。これで配信終わらんやろ？いや、多分終わらんと思う。まあ、けど目がもうほんまにシワシワや、今。桃奈ちゃん、ありがとう。目薬刺さんかったらもうやばい、ほんまに。みんな4回タップで。じゃあ、川原さんちょうだい。いいね、ありがとう。川原さん物ちゃうから。ちゃんと社長ファイトクラブに出たら仲良くしていただけるんじゃない？知らないけど。合格してあれやろ？通ったんやろ？そう、通って、飯田さんと授業をすることになってて、けど、単発のバイトがいいなって思ってるけどね。その、責任者は荷が重いなっていう、交渉させていただきたいなと思う。本当に。プロソロの性格やったらそうやな。そう。うん。絶対、俺、なんか、ご迷惑をおかけする未来しか見えないから。見えない。うん、青井ありがとう。うん。川原社長またいなくなったんだけど。いや、いないんだけど、こっちにも。ほんまにもう、いつの間にかランオフになって消え、ってはって、で、もうさすがにいらっしゃらないと思ったら、逆サイドからユニはドカーンとかで、ね、わけわかんない、ね。あ、ランオフにしてるんやん。そう、ランオフにしたり、ランオフじゃなくて。解除したり？そう、よし。あ、面白い。せやね、お帰りなさいませ、社長。誰？あ、よしつぐ社長ですね。もう、面白い。だってそれ楽しいな。わからんねや、もう見てるか見てないかも。しかも今、来てはったのにまた消えたからね。何回やってんねや、遊ぶな。なるほどね、おもろいな。いるよ、いるよってことや。いるよ、いるよでまた消えたんやけど。なるほどね、面白い、それ。だからどっちを見てるかもわかんないし、いるかもわかんないんだ。いるかもわからん。よし、次よ花火、プレー消して捕まえることのでき
たまやばばばばばばナイス。よしつりゃーちょっと待って、遊び出したよ。よしつりで遊び出したよ。もう泣きたら、携帯泣きたら遊び出したよ。おい、遊び出したよ。遊び出したよ。よしつりが暴れてるよ。たまやタップや、みんなタップタップタップでちょうど同じスコア。みんな勝たなあかん。よしつぎる。さすがや。10連勝しないと終われまってん。青いバランマ、10連勝できるわけねえだろが、黙れよ、お前。早く終わって寝れよ、お前。コーラ飲みながら、お前。頭のいい、新しい貴族の遊び。そうそうそう。頭いいですよ。バランマ社長。早いね。旬バランマ。行きましょう、吉塚社長。水島で旬バランマ。ピンポン。勝つぞ。今日バランマ、勝つバランマ。ちゃんとスピーチャレクリアしてくれる。1位取りましょう、吉塚社長。山本もおはよう。あと1人、あと1人、バラン。吉津君たちは言ってましたね。500万で1位取れるんだよ、言ってましたね。行きましょう、今日1位。みんなで2倍、2倍。頑張りますよ、今日1位取れそうだったら。60秒2倍、お願い。行きましょう。勝ちましょう。え、怖い。まずはこの女を踏み台にして。踏み台にしないで、ほながいっちゃって。やめてやめてやめて。やめないで、ラッキーボーイありがとう。やめないで。愛してるぜ。ジャブいらっしゃい、行きましょう。青い。クジラナイス。ほんまに勝たしてあ、吉津さんの金貨がたまりません金貨の波がブルブルで金貨の波がブルブルで金貨の波が止まりません同じだけっていうルールや。社長そんなルールねえや、黙れよ、お前リスナーにの力、たってお前、勝たんけよ、お前行きましょう、社長この女にはもう飽きたでしょ違う女行きましょう、こいつに勝って龍一はい。残り10秒。飽きるも何もまだ何もな。社長 !3 位行きましょう。まだ見せてない花も結構見せれちゃうけど。BN クラウド、おへ人参みたいに細いな、お前。考えちゃうけど、花のインスタのサブスクとかも思った5倍抜いてるけど。あ、すいません、風呂入っていただいて大丈夫ですか？ちょっと匂うんで。4D になったならいっぱい匂いが伝わって嬉しい。まあ、これが、コーラ飲みすぎて、日韓全然俺より、下の女の末路ですね。はい。お疲れっす。うん。配信やめようか。うん。配信やめて社長ファイトクラブ出て、飯田さんの会社に採用されて、ほんで、ワンチャンあるですよ。勝たして負けてお願い勝たしてみんなこれ社長頼むよ勝たしてああ、本当にありがとう。また負けたやんけ。ラッキーボーイゲットしたよ、グローブ。何回負けんねん。グローブさん、チュチュチュ、シキシキ、やっぱシキ。そして、カムラさん、ありがとう。ラッキーボーイ。ラッキーボーイ、カナ、ミカ、ありがとう。あとみんなに食べないし。はい、アオイちゃん、ありがとう。シュン、サク、ヨウ、味噌汁、みんなまとめて、何してんねん。ちくしょう、社長が盛り上げてくださったと思ったら、負けた。悔しい。でも社長は盛り上げてくださったけど同じ量だけ投げてるわけじゃないで、うちのリスナーが頑張ったから勝ててるわけで、だってクジラ来てるからこっち。そうですか。日韓何位になったんですか？54。はい、俺5位ですけど。じゃあな。大丈夫だよ、もっこ、いつも来てくれてありがとう。ちょっとあってもうほんまにさ、きついな、ちょっと。一回、ちょっと大学生、ちょっとかますか。13人しかおらんから。私寝ていいですか？ユン。あとんま。いや、辞退された、ユーは。ユーは辞退されたやけど。いや、ユーはめっちゃ、青い、一緒に3位まで行かないか？あれ、ユンごめん、フォロー外れてた。ごめんね。フォローしときました。すぐフォロー外す。あれ、俺フォローしたつもりなんだけどな。なんでだろう。バグじゃないかな。ごめんね、本当に。アスカ行くか。アスカ。いや、めっちゃ辞退されるんやけど、いろんなやつに。バリ辞退するやん。
辞退しすぎやろ、こいつら。いやいや、春樹かいちゃんのもでね。意地悪してねえよ。たまたま。お久しぶりですね。お久しぶりです。ちょっと。はい。人数が本当にいないんですけど、私。あ、もともといないでしょ？いや、あの、一応一面は、一面がいる時間帯があるんですけど、この時間つけないんで、私。日刊も結構じゃあ今、いい感じですか？日刊？はい。日刊載ってないですよ。あ、俺日刊5位だわ。よろしくな。いや、本当に2桁とかになっちゃうかもしれないですけど、大丈夫ですか？大丈夫。あの、サンドバッグになってもらえればいいんで。ちょっとみんなタップお願いします、タップ。その、ミキパンさん、今日なんか、道頓堀の川飛び込んできたんですか？なんかすごい水色の服になってますけども。それにしたら綺麗ですね。道頓堀。めっちゃ綺麗に色つきますね。確かに、いい感じに色つきましたね。そうですね。いい感じに色つきました。いや、ほんまにね。いや、ミキパンさんね。今日はなんでこの時間にやってはるんですか？今日はなんか仕事の時間が早いので、ちょっと早めにつけたんですよ。いつも。ほうほう。そうなんです。今日、仕事何時ですか？ 7 時からです。だからちょっと早め。そうです、そうです。じゃあさっきまで寝てて今起きたみたいな？ 4 時に起きました。早いね。仕事は朝7時から何時まであるの？ 7 時からまあ6時か5時、5時半とかですかね。いや、そんな忙しい中、すごい、本当に、もう時間的にもちょうど目覚ましテレビが始まるぐらいだもんね。そうですね。おお。そうなんですよ。今日は起きれたんでちょっと頑張ってみます。すごいね。仕事前に配信。いやーでも新規さん来るのって朝じゃないですか。うん、多分夜は厳しくないですかね、うん、新規さんって。まあ別に俺、全然日韓5位で新規さんとかいなくても。関係ないけど。いや、それはやってる月日とか違うじゃないですか。もうプロソロさんは人気者だから。まあな。けど、ほんま10日ぶりぐらいにやったよね。もうこう。いやー、本当ですね。クーマさん。クーマさん、ありがとうございます。みんなタッパー全員お願いします。ちょっと、いつものメンバーいないけど、頑張ろう。クーマバランマ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 ンよ。頑張ろう。行くぞ、みんな。お願いします。俺ももうそろそろ終わってもいいかもしれないな、これ。いや、セナちゃんがほんまやばいな。あ、そうか、日刊守らなきゃですもんね。うん、まあ、守らなきゃっていうか、まあ、せっかく上げていただいたから、なんか、ちょっと長時間頑張れた方がいいのかな、なんて。そうですよね。うん、でも、プロショーさんなら、ね、1位とか、全然いけますもんね。いやそこ、いや、今、セナちゃんがすごいからね。あ、セナさんでいらっしゃるんです。プリン、うん、セナちゃんだって PK 戦、プリコーに勝ったからね。あ、見ました、見ました。やばいよね、一人で。すごかったですね。すごいよね。しかもなんか、プリコーがさ、途中で、バグってさ、はい、顔めっちゃでかくなった、見た。はい、めっちゃおもろかったよ、あれおもろかったよね。やべ、バグって見られへん。あ、ごめん、間違えて消しちゃった。配信、あ、みたいな。いや、でも大変ですよね、ほんと。いろいろありましたもんね。ほんま、やけど、やっぱ、うん、たった一人の人が、爆投げすると、団結どんだけしてても、うん、うん、勝てるんやなっていう証明になってて、めっちゃすごかったよね。そうですね。うん、そうそう確かに、うん。あ、社長お帰りなさい。おはようございます。スピチャレがないみたい。これはないよ、スピチャレがみんな。スピチャレもないし、ミキパンちゃんが今後1位になれることもないということですね。それわかんないですか。今後。え何年か。最高ランクないですか、じゃあ。いや、でも41位ですね。41! いや、まだ2ヶ月目ですから、ちょっと多めに見てください、そこ。言い訳はもうやめましょうよ。大好き、ありがとう。仕事辞めて配信に集中したらいいんじゃないですか。いやー、そうですね。生の会話ミキパンじゃなくて、もうほんまカレーパンにしましょう。ねえ、嫌です、関係ない。覚えにくいですか、ミキパンって。聞いたことないですもん、そんなパン。いや。食べれないでしょ、カレーパンの方がいいですよ。いや、なんか、ミキプルーンとかだったらまだわかりますけど、カレーパンはもう全部、全部なくなる。ミキプルーンは普通におもろいかもしれない。
カレーパン全部なくなっちゃってる。確かにね。いいパン持ってそうだね。いいパン持ってそうだね。何それ、どういうこと、いいパン持ってそうだねはそれ、アキさんそれ、シモアンドネタでしょ。プロソルトプリコのバトルの時のレオさんの言い場バカでそうやな、よさそう。ちょっとみんなスペシャルがないね。いける。アキさん、唐突で下ネタ当たってきたね、と、アキさん。レイハートミーありがとう。100と92点。どうなってんねん、このスコアの差し方もね。いやいや、そうだよね。配信しても意味ねえだろ、そのスコアだったら。もう寝ろよ、早く。もう一回二度寝して仕事サボってやめちまえよ。グローブ絶対使う必要ないじゃないですか。絶対いらない。絶対いらない。なんなの、誰グローブ使ってくれてありがとうございます。青いか。さあ、えぇ、ー、行くな、おい。これ。行くぞ、やつ。ありがとう、しょうない。行ったら、おい。ありがとう。行くぞ、おい。勝てるか、それだけだ、あー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 、多分入ってないけどな。アキさんのコーヒーかわいいな。えぐいってキャピンキャピンキャピンガーの、ヨウちゃんの、完璧なビクトリーはい。おめでとうございます。ね、あざます。まあ。いいよいいよ、全然。目覚ましテレビは始まってましたけど、ミキパンさんのスコアが目覚めてなかったみたいで。でも私はすごい満足です、満足。黙れ、ミュートは喋んな、お前。はい、感謝します。1位、葵ちゃん、ありがとう。モコちゃんも投げてくれたやつ、ありがとうだ、すごすぎるよ、モコちゃん。愛してた、アキさんもね、唐突の、ね、あの、パンネタありがとうございます。面白かったです。はい、そしてクーマも、はい、みんなまとめて。余裕すぎるビクトリーだけど、何じゃ。読めさせていただきます。チャンありがとう。ブギありがとう。保証者ありがとう。レイありがとう。モコちゃん、惜しかったありがとう。アツシさんありがとう。モコちゃんのデリバリーが入ってたらありがとうございました。プロソロさんとプロソロさんのリスナー様ありがとうございました。ミキパンさんとカトパンさんとメロンパンさんとカレーパンさん。はい。2回1位取れないと思うんですけど、まあ、せいぜい頑張ってください。おえ社長、1位行こうじゃないか。誰行きましょうか、次。セナちゃんもう一回行きます。セナちゃんもう一回行っても分けるな。あやか行っても逆行っちゃうからね。キタピ行こうか。キタピ久々に。行きましょうか。キタピ行きましょう。キタピは多分 OK してくれでしょう。あれ？キタピ全然 OK してくれ。なんしてんだ、あいつ、ほんま。外ばっか行きやがって、キタピはキタピでね。ほんまに。村尾ちゃん行きますか、村尾ちゃんね。村尾ちゃんは久しぶりですけどね。非常に強いと思いますよ。久しぶりやな。じゃあ久しぶりや。元気してた。元気だよ。ああ、久々に村尾ちゃんの可愛いお顔が見たいなって思ってきました。何してたの？日韓5位になるまで頑張ってました、今。今何位？日韓5位って言ったんですけど、日本語聞こえてる？聞こえてない。耳鼻科行ってきたら、じゃあ。うん。可愛すぎてもいいですよ。私女なんですけど、可愛い女の子大好きなんですよ。みちょちゃんありがとう。村尾ちゃんは今何位なのかな？村尾26位。ずら、ずら。ちょっと26位の取り方教えてもらっていいですか？僕との差が、まあ、447.6 計差ってことで、頑張ってください。じゃあ僕ちょっとピザデリバリー行ってくるんで、ちょっとバーツ内でおいていただいて、ありがとうございます。そうそうそう。寝起きは一瞬で戦闘力なくなるか。透明はピクミンはピクピク。ちゃんと起きて。ちゃんと起きて、透明ピクミン。うん。やったろ、この5位を。この5位倒したら村尾が5位ってことだよな。とりあえずタップ頑張ろうか。3人しかタップしてないからね。うん。とりあえずタップしよっか。タップ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 。フロソロ、フロソロ枠さ。どっか行っちゃった。なんかピザデリバリーがなんちゃらかんちゃら言ってたよ。うん、こんな時間に食べてるからね。あんなになっちゃうよね。さあみんな画面タップ。タップ。タップ。タップ、トップ、トップ、トップ。なん、お待たせ。
原義次社長味方につけると最強ですよ。何に俺の川原社長に喋りかけんなよ、気安く。何やに、どういうこと、ごめんなさい。川原社長を存じ上げない村尾ちゃん。ユニバース飛ばしてた人でしょ。あ、そういう認識なんだ。え、年商150億のネクストレベルホールディングスの社長っていう、そういう情報は知らないわけね。うん、ユニバーを飛ばすっていう、そういう、もう、しょうもない、なんか、めっちゃちっちゃいことしか覚えられないってことは、ごめんなさい、川原社長のことを ATM だと思っちゃってるってことですか。いや、私、関わったことないから。まあ、今後も関わることはないでしょうね。計算だけは早い、フロソロさん、確かにな。うん、ほ、じゃあ、村尾ちゃんは計算は早いの。いや、私、計算は早くないよ。何がすごいの村尾ちゃんは。お、何もすごくないな。何か料理得意。うん、どうって、はい。料理得意だよ。じゃあ今度俺のために作ってもらっていい？無理です。さあ、4人。誰がお前の手料理食べんねん。黙ってん、お前ね。あ、バラありがとう。バラありがとう。出すぞ、こいつは生意気だぞ。うん、ケンタロウバラウマ、ナオバラウマ。何？村岡、ヤマンバか知らんけども、行くぞみんな。はい、ようバラウマ。ありがとう、バラありがとう。にゃんこ。あと一人だよ。あと一人で村尾ちゃんに勝てそうな気がします。あれ？バラヤ。まだかみたいな顔してるわ、こいつ俺より立派ランキューしたくせに。ほら、ダーちゃん。ちゃん。なんや？ダーちゃん。ダーちゃんって誰やねん。アキさんバランマ。ダーちゃん。ダーちゃん。ユキオバランマ。行きましょうか、社長。そろそろフルコンボしましょうか。このの舐めてますわ。ああ、金髪で。ね、顎のニキビ隠してるのかな、今。すごい。そろそろ、なんか前よりうざくなった。シェイクシェイク。前よりイケメンになったの間違いじゃ。フィリップローズありがとう。皆さん行きましょう。日刊ダイブ、ユニバ以外投げたごめん。はい。何の話、アキさん。え、ユニバー以外投げたごめん。ユニバーレート見た。行くぜ社長、アキさん。あれ、村尾ちゃんのリスナー寝てる？うん。おー、くそ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 、ナオさんくそ。寝てるやん。社長の金貨が止まりません！社長の金貨ナイスドラブルーズメッケちゃーん！あ、入んなかったな。入りましたよ。えぐいてキャピン日刊用意きつぅもこちゃん川原社長うんなありがとうございますもこすごすぎるや川原社長もさすがですうわ、4位気持ちいいこれマジか床の上に勝ってるやんマジ気持ちいいなスクショやこれはスクショうわこれ、ちょっと24時間今日やっちゃうか。おー。スピチャイでバラ投げたのね。あ、スピチャイでバラ投げてくださったんですね。ありがとうございます、アキさん。気をつけてくださいよ。差し込み来るかもしれませんよ。村尾強いですからね。来るかもしれないですよ。やっぱやっぱいやーナイトリオンデリバリー入ってないってゲッちゃんゲッちゃんないっすよしかも4545やし、俺のスコア。ちくしょう。ナイスだよありがとう。そう。4545のスコアにしてんじゃねえぞ。MVP、ケイちゃん。むかつく負け方した、今。もこ、あと1秒早く投げてくれ。でもありがとう。うん。コメントずらしたら意味わかるよ。はい？え？こいつか。ちょっと、大谷さん、ちょ、一回ね、静かにな。はい、一回静かにね、すいませんね。はい、ヨウさんありがとう。はい、社長もありがとうございます。ボコちゃんもありがとう。ごめんな。そして、ヨウさんもケンタラもみんなまとめて。もう一回、もう一回。あ、そういうことね。え？村尾ちゃん？何？一回だけやろ？やだよ。なんでやねん、お前。理由を述べよ、理由を。いや、連戦しないから。
けど、久々に村尾ちゃんとこうやって喋れてさ。俺は、もうちょっと長いこと村尾ちゃんと喋りたいなって思ってんだよ。そんなことないよ。いや、そんなことないことはないです。そんなことないよ。はい、僕まただ、ありがとう、ごめんだ。あたした。どうも、日刊よいのプロソロでした。はい、お料理したのな、うん、じゃあな。ずらした意味わかりました。ええ。アキさん、オッケー、すいません。いやー、くっそ。いやけど、日刊用意嬉しいな。ちょ、アイキ行くか。こいつ、普段調子こいてるからな。あー、ちょっと、アイキ行ったろ。調子こいてるらしいからな。コラボしましょう、ちゃうねん。お前、もうユニバや。日刊3位連れてってくれるか魚丼。だけど、あ、今配信してんのか。ね、ちょっと待ってね、魚丼な。一回、一通り、行って、ちょっとね、様子。画像配信なんですよ。画像配信。そう。だからさっき断っちゃったの。プロソロさんとするのに画像配信は申し訳ないなと思って。そんな理由だったのかい？わかったよ。アスカ。ごめんね。大丈夫だよ。また、時間あった時コラボしような。うん、お願いします、うん。ありがとうございます。失礼します。はい。失礼します。はい。お帰りなさい。デリバリー届かなくて、そうやんな。モコちゃんごめんな。ちょっと、これ、アイキ行きたいんやけど、こいつ13人やからな。今、こいつに勝ちてえな。こいつに勝ちたい。シラスでもいいか。アイキ断られたシラスでいいわ。シラス。お歯磨いてんのか、お前な。うん。何歯だから配信してんねん。うん。落ち武者みたいな髪型や、今。ねえ。ジャージ着て。誰が落ち武者や。洗濯物ももぎ、ぎと、うわくっせえ、お前。磨いてない、ブルドに言われたくないよ。磨いてるわ、お前。見たらわかる。真っ白やんか、お前。おい、インしてみろ、イン。インしてみろ、お前、イン。インしてみんか、一回。ええー、お取り込み中やったらもう違うとこ行くけどええやな、お前。ん？バトルしたいんかしたくないんか言わんかい。よ、待って自分から来たんだろうが。歯磨き上手にできるかな？うん。歯磨き上手かな？はい、ぐちゅぐちゅー、ぷっぷっぷー。うざ。あ、エルさん、今日このチャンネル。磨き終われよ、おめえ。ね、強くない？え何やこの4位。ネクストレベルホールディングスの川原義次社長が暴れてくださったり、いつも来てくれる葵ちゃんもいっぱい応援してくれたおかげだよ。うま。もこちゃんもありがとうね。え、今いるの？何や、今いるのってお前、ゴキブリみたいな言い方してるけど、今いらっしゃるんですかだろうが、お前。人間に使う言葉ちゃんと使えよ、お前。私も歯磨きする？わかったよ、葵ちゃん。いや、その音は絶対に歯磨き粉の量が足りてない音やねん。うん。ちなみに、何使ってんの歯磨き粉は。俺、クリアクリーンのシトラス味。ね、それ見たことないな、お前。いや、ドーンって置き方雑。置き方めっちゃ雑。あのね。歯磨きしながら配信してんの、こいつ。よう分からん。え、お前、ハー&ゲーテル？え？頭の上めっちゃハー&ゲーテル？え？それ自分ちゃうの？お前もうどこかやねん、お前。待って。アデランスとリーブ21、両方通いたいの。髪の毛ワカメみたいなやつが大丈夫そう？黙れ、わけわからん顔面して。ワカメ！ワカメそろばん。ワカメそろばん。うん。シャイナ行くぞー！ワカメそろばんは面白いな。腹立つわ、アリアナ、偽アリアナグランデの位。しゃあ、ワカソロに勝つぞみんな。無理や。なんで今日4位なの、この人。これはね。うん。川原社長が、ユニバーを爆投げ、葵ちゃんも、ガチ投げしてくれたからさ。いいな、無駄遣いしたんやな、プロソロなんかに。いや、黙れ。はい、お前日刊ないな。入ってない。うっざ。うっざ。
うざっ、あんなに泣いてたのにな。うるさいな、うん、うるさいな、本当に。あんなに泣いたのは、あいきだった。よどんばらん。歯磨いてください、お兄さん。歯。インシの、インシの今すぐお前。歯磨いてなくても真っ白や。お前の頭を真っ白にしたの。磨いてないよ。磨け！あ、今は磨いてないよ。いや、お前は磨いてたとしても俺より白さが足りてない。はい、いいしな、いいしな、お前。いい、はい、近づけ。いい、はい、いい。やだい。すいません、歯磨きの量足りてませんよ、ほんまに。さっきからずっと。先生、ありがとう。え、どんだけつけるの？え、にどんだけつけるのって、そんな興味ねえだろ、お前。はい、ようバランマ、ケツバランマ。やっちゃう。お前、もう寝起きやから頭回ってみたら、あと一本、あと一本。ようのバランマ、シュバランマ、ナイスや。あと一本、あと一本。行くぞ。早くしてもらっていいかな。あ、オッケーオッケー、2倍。あ、やっちゃう。社長、3位に行きますか？日韓3位まで残り 18.6K。キャッスルで行けます。アイキは今視聴者が2桁しかいない。あ、誰も強いやついないな。キング D 呼んでくれ、お前。追っても勝たれへんわ。ずっなんなんこれ。おいや、お前熱くわ、ほんとに。はちゃくちゃナイス、アイスおかげの暴力。行きましょう、社長。たけちゃん、ありがとう。まだ行けます。絶対にこのままで。社長がいれば。もう一回後で頭見せて、絶対に勝てます。嫌だよ、黙れ、お前。なんで、頭見せて、頭。一旦ランクインして、俺のランキング抜かしてから喋る、お前、偉そうに、これ。うわ、なんか今日。社長、ラッキー、社長、いいからってさ。社長、ラッキー。ペケちゃん、ペケちゃん、チーってありがとう。チーってありがとう。さすがです、社長。社長、ファイトクラブに出演して本当に良かったです。川原社長と出会えて僕はマジで人生変わりました。ありがとうございます。お前、顔面近い割に俺のスコアまで全然近くないな。おはよう。寝とけよ、お前。スコアも寝てるんやから。どこ見てて前向けよ、お前。ああ、もういたの？え？あ、いたの？うん、いたよ。いた、うん。お前は日韓のランク外やからな。日韓のランクの中にいたよ、俺は。賭けが薄くて。黙れ。やばい、555や、お前。5555で揃ってんだな。いいやろ、いいやろ、この数字、いいやろ、いいやろ、羨ましいやろ、この数字。うっそ。キングじゃーん！かつく負け方した、これマジで。すいませんね、ピザデリバリーが届いちゃって、ありがとうございます。あ、無な。寝とけ、お前、ミュートじゃん、お前。あ、一位社長、すいませんでした。マジすいません。ネクストレベルホールディングス CEO 全国20社&グループ企業40社超え HR 関連サービスを主に展開、社長ファイトクラブ運営、起業したい方は URL、 はい、みんな集合だ。すいませんでした、ごめんなさい。そして、葵ちゃんもいっぱい運命してくれてありがとう、ごめんなさい。魚丼も2コイン出してね。ヨウさんも、シュンも、ケンタルもみんなまとめてうまー。いやしれっと送ってくんなよ。しれっと口紅塗ってんじゃねえぞ、これ、お前。しれっとメガネかけてんじゃねえよ。いや、しれっとじゃなくて普通に大胆にかけてんだわ。いやいや、わかっ、ねえ、なんかあれ。かけた、ん？何がやねん。じゃん、そういう、なんかあれが。ごめんなさい、日韓用意、あるじゃんって言いつつ OK 押してんの、お前やば。何も言わせてないよ、俺ね。お前寝起きやからめんどくさがってんじゃねえぞ、これ。ちょっと待って。なあ、頭回ってないんか。俺だってもう6時間やってけど頭回りまくってんぞ、お前。怖いよね。地球の自転より早いかもな。もうめちゃめちゃ今なんかもう好調だからもうアドレナリン出てるんでしょ？出てますね。出てますよね。はい、あ、ちょっと待って、キングD来た。さっきからいますよ。え、嘘？さっき、はい、今何だ？本当に、差し込み5秒前に降ってきたの。
え、だからさっきのバトルでは投げてないね。投げた。え？投げた？差し込んだ？うん。だから負けた。あの、川原社長、あの、マジで強い人がちょっと来ちゃいましたんで、いやいや本気でガチでお願いします。いやキング D はほんまにやばいんですよ。一人で200点。なんで呼び捨てなんだよ。黙れよ、お前。本当に。私もプロソロも本当に呼び捨てしやがって、このカエル。簡単付けで呼ばなあかんねん、しょうもねえ、お前。カエルメガネがほんま。黙れ、偽アリアナグランデ。何気にメガネかけてんだよ。ええやんけ、目悪いからや。よく、何気になくてがっつりかけてるわ。大ちゃんほらありがとう。大ちゃん。ほんまに。前に、マジで。なんかもうズボンみたいな素材の服着てんじゃねえぞ、お前。いや。デニム生地って言うんだよ、これは。これ上に着るもんちゃうよ。下に履くもんやろ、それ。上だわ。ほんまに。まあ、ランキングはお前の方が俺より下やけど。お葬式みたいな服着やがって、ほんとに。お葬式しちゃうから、あ、お前、言っちゃったね。ちょ、待って、お前これ見えへんのか。ライブランキングって書いてあるやんけ、お前これ。あ、ちょっとミュートします。ミュート。なんでミュートすんの？大ちゃんお帰り、大ちゃんお帰り。大ちゃんお帰り。ほのかん、シェイクシェイク、ブギーダムーンの騒ぎ。行くぞ。キング D はめっちゃ強いらしいぞ。さまやろ黙れ。さまやろが。30秒。2倍です。ちょ、ほんま勝ちたいっす。ほんま嫌だな、この。おはよう、ほのかん、久しぶり。行くぞ。キング D はマジで強いっすからね。ちょっと向こうの様子見つつ、ちょっと買っていきましょう。川原さん、すごいんですよな。え、すごいんですよなって、お前、江戸の女の子か。江戸時代に生まれた女か。すごいんですよなお主も悪いよのすごいんですよなぁ。なこれほのか、チェイクチェイク、ブギーなムーな騒ぎ。どこの言葉やねん、お前、日本人か。あ、だから言ってアリアナグランデと言われるのが。あと二人です、バラです。ちょっと待って、プッカバランマン。あ、危ない、プッカバランマン、ナイス。みんな行くよ。よし、条件は揃った。あとは、キング D の動きを見て、川原さんの本気を出すだけです。ほのかんバランマン。さあ、キング D。だから、サマヤロが黙れ行けサマヤロがよし行くぞ行くぞ。あれ、キングディ息してる？おい、来いや、キングディ、お前。見てたね、陰キャ、キングディ、ごめん、おい。ザベさん、ザベさん、ありがとう、ザベさん。キングディじゃなくて名前変えなあかんじゃん。抜けた D や、抜けた。タケちゃん、シェイクブギーの名前さあげありがとう。やばい、早い、来てる。来てるよ、ほら、どんどん来てる。社長、来てるよ。ありがとう。ユニバで買ってる。キング様って呼べ。ほんまに、社長、社長、ほんまにユリバです。これはもうユリバですよ。絶対にユリバですよ。絶対にユリバですよ。これで負けたらめっちゃ話ですよ。社長、これはもう勝てる。絶対ユリバで行きましょう。ほんまに。キグシありがとう。すごい、タカボ。ほのか、頭の中パンちゃって。わーい！まただけど。わーい！キングディーじゃねえよなぁ黙って読めながら黙る偽アリアナグランデランクゲーあれどうしたのかなぁはじめまして、日韓4位のプロソロですけど、僕まで何件離れてるかご存知なんでしょうか。日韓4位超えてもらってから喋ってもらっていいですか。急にこのバトルで勝てないからって悟った瞬間に、その日韓のそのマウントをやる取るのやめていただけますか。あの、大事なところで噛んでますし、あとすいません、あの、はい、歯磨いてるかもしれないですけど、すごい日韓乗った、日韓乗った、本当に嬉しい。ありがとう。日韓乗っても俺までめっちゃ遠いけど、ちなみに日韓ないですか今、61になりました。おっと、計算してあげましょう。うわ、だいぶ下の方をスクロールせな。うわ、出てこうやん。お前どこ？あ、61。俺4位だけど、俺に追いつくためには、547.2K 離れてますので、ユニバで言うと13個ないと勝てまへん。さ、ユニバ2個で勝ちましょう、社長。プレイヤーだったっけ？黙れ幼稚園卒業ミュートやお前。はい、吉継さん、おはようございます。勝ちましょうね。うちゅ、ほのかも元気してた？ありがとうな。ちゅ、はい、ケンタロも、みんなまとめておはようございます。あきさんもありがとうございます。キング賞ありがとうございます。
マジで本当にカエルメガネなんかに呼び捨てにさせてしまって申し訳ございません。本当にすいません。そして八橋さんありがとう、タケちゃんがタカポンありがとう、本当に。いやまあでもお前俺より下やからなランキング、まあ、急に負け犬が喋ってる、負け犬が喋ってるな。負けピカチュウな、どちらかといえば。負けピカが喋ってるな。うん。負けボロ。いいよ。一回のバトルで、そんだけ満足できるんだったら、俺はそれでいいと思う。いや、二回負けてるから。あ、そうですか。まあ、二回負けても日韓負けてないんで、なんも感じませんけどね。二回負けてるから。あ、そうですか。へ、うん、うん。しかし、4位はすごい。そうやんな、ほのか、そうやんな。え、アイさん日韓ないでしたっけ？ま、いや、41位。めっちゃ下やん。じゃあな。そうなんですよ。川原社長がいっぱいね、投げてくださったんですよね。ありがとうございます。よし、ピララ行こうか。いやー、ちょっとなかなかむずいな。いや、ピララ辞退、はいや、こいつマジで。どんだけすぐ辞退すんねん、お前。うわ、プリンス、荒野。うわ、プリンス、荒野に勝ちたいな。プリンス、荒野行けそうなんですけどね。けど、社長いらっしゃらなかったら無理だよな。社長がいて、プリンス、荒野が、いたらもう、めっちゃバチバチの面白いバトルになるんですけどね。ちょっと様子見ましょうかね。ちなみに3位まで残り 14.5K ですね。すごいな、これ。考えられへん。ブンブンレナ行こうかな。ブンブンレナ、ブンブン、ブンブンハロー YouTube、ブンブンレナ、ブンブンレナ。いやー。おはようございます。何でしょうか？はじめまして。はじめましてで、昨日もやったんですけど、昨日勝ったし、私。すいません、ブンブンレナさん、今、日韓結構上なんですか、今。全然全くもって。どうも、日韓現在4位の男です。よろしくお願いします。私、今日、激ヘボですよ。ポンコツバハートも。いつもでしょ？いや、今日は特にですよ。いつもってことはない、いつもってことは。この間1位取ったことないですもんね。1位取ったことはないですよ。1位以外の人、2位とか全員ヘボってことですか？まあ1位と比べたらね、俺は1位も2位も3位も全部取ったことありまして、地域リーグも中部部門で1位取ったね。ほのかんローラだよ。過去の栄光を語ってもしょうがないですよね。過去の栄光を語ってますけども、今日韓4位で、ブンブンレナさんは日韓が？私は今、県外です、県外。ああ。現在進行形で栄光を語ってます。ありがとうございます。いやいや、まあ、ここから上がっていくところっていうところですかね。今日お子さん、ありがとうございます。服にオレンジジュースこぼしました。大丈夫ですか？オレンジの服なんで可愛くないですか？可愛いよ。可愛いですよね。俺の顔がね、うまうわぁ、ちょっと顔見てられない。キャッ。よし、行くぞみんな。お互いに。おっさー、タップ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 。大丈夫だ。毎回同じ場所で配信してるけど、家の近くにあんのそこ。家の近く、そうです、そうです。けど家の近くでもさ、移動するのめんどくさくね？もう、でも3年この生活です。3年以上この生活。毎回同じところで配信してんにゃ。そうです、そうそうそう。絶対背景をお店にするって決めてやってて。お店？あ、そう、キャバクラです。それキャバクラなの？キャバクラのベランダです、ここは。あ、そうなん？りんちゃん、おはようございます。いや、外でやってたらさ、外に声漏れてさ、うるせえとか言われねえの？いや、キャバクラビルだから、そもそもこの辺はもううるさいんで。あ、そうですね。おじっぽいとーん。みんな勝つぞー。別にほのか求めてないわけがないじゃないか。行くぞ。みんな勝つぞー。ルフィを別にルフィを求めてないわけがないじゃないか。ほのかローサだよー。すいません、みんな。50ポイント、50ポイント。いけるこれ。50ポイント。いけるというか、いかないとやばい。50、オブネ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 オ
選ぶって僕に言うわ。たまにいるわ。ストレス溜まるわ。言って。誰誰リンちゃん、リリンちゃん、誰のこと。クロソロさんのこと。クロソロさんにイラッとするってこと。やばい、2倍、30倍だ。そういう気持ちはもう全部2倍で。吐き出してよ。バカンバカン。そのメガネうるせえぞ、つって。バカン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 。バカン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 って。日韓4位だからってなんだぞ、つって。バカンつって2倍でいくぞ。2倍15秒。1000回タップありがとう。やばい、2倍15秒。このままじゃちょっと、このままじゃちょっと言われっぱなしになっちゃう。誰か行くでしょ、行くぞ、リチャちゃん、行くぞ、リチャちゃんナス、ガッツホドキャンペンペン、行くぞ、やっぱ強よっしゃー、やっぱハチちゃん、ハチちゃんありがとう、ハチちゃんナス、あ、ひーひまちゃんおはよう、おしえハチちゃんナス、配信中に寝て、そのままギフトもらうとか、ありえないんですけれども。まぶかの裏見てるだけですけど、何か。いやいやいや、もう、ああ言えばこう言うじゃないですか、全部。ああ言えばこう言う、パクッとして、ヨシツグバランマ。ヨシツグおはよう。パクッとしてねって昨日なんか聞いたな、そのリズム。だいぶ前に流行った曲だけどね。ヨシツグさん。なんだおはようございます。私の配信見てたのかと思って。見るわけねえだろうが、お前。自意識過剰系、興味ねえわ。昨日ちょうどそれ言ってる人いたから。リナメさんおはよう。みんな差し込みで負けたら一番悔しいかな。サンドバックレナだ、君は。行くぞ。日韓3位まで残り 14.3K ですね。いやいやいや、私はもう、クロソロさんを踏み台にして、ここから駆け上っていきまーす。踏み台お疲れ様でーす。あと40秒ちなみに駆け上るまでに、620.3K 以上いりますけどね。何本かかるかわかります。124万円かかりますけど、大丈夫そう ?600?600K もいってんの ?620K 投げていただいてるからね。クロソロさん。さすがにそれはすごいですわ。600K は。あ、めっちゃバカにされてます。歌舞伎モンハートウンマ。ちょっと、待ちましょう、そろそろ。これでプロソーさんに負けるとか、ちょっと本当に、天野みたいなメガネ、キヤンキ。世界のオレンジジュースこぼした女が生意気だ口聞いてます。あと5秒、あと5秒、あと5秒。とりあえず差し込まれないように、差し込まれないように。差し込まれないように差し込んでいきましょう。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。うわ、リサちゃんだよ。ナイスー。煽っていただいてありがとうございます。おかげさまでこちら黙れダンク、はい、お疲れ、ほのかんルフィをポンコツラーメン、ヨシツグ8コイン社員生活できへんぞ、歌舞伎も、はい、みんなまとめて何してんねん、お疲れした。じゃあ、滝前さん、皆さんタップありがとうございます。てっててってポンコツラーメン、そうでしょ。いやけどやっぱなっちゃんに名前変えたらオレンジジュースこぼした服着てんねやけど。なっちゃんってオレンジジュースあるやんか。毎日色違うし、私。毎日名前変えないといけない、それじゃ。確かに、タラバガニ、エチゼンガニ、カブトガニ。じゃあな、ランク外女。なかなかね、難しいっすね。勝ち点ですけどね。セナちゃん、セナちゃん、ほんま配信時間長いよな。イカ出てるわ、マジで。社長、ちょっともう、不利口とか、今や、あ、招待オフになってるから今行けないか。負けず嫌いだよ、ほのかん、そうだよ。どうせやれないガチ隊じゃん。いやー、負けるとね、眠くなっちゃいます。頑張ろう。じゃ、パイナップル行きますね。いやー、勝とうぜ。ちょっともう、1ポイントでも勝てたら嬉しいのよね。だから2対1でも勝てたら嬉しいのよ。2ポイントと1ポイントだよ。みんな、見てたやろ。見てないわ、お前。絶対見てた、みんな。見てないって何やねん、ほんま。見てた。絶対見てない。どうした？何があったの？絶対見てたな、みんな、これ。ほんまに見てない。なんか言ってた、俺のこと。プロソロの話するわけあるか。何を言うてんの？見てたって、だから何なの？私今2回ないだと思ってる。え？やばっ11位や、お前。めっちゃ近い。秋田？秋田？
アキさんも今応援してくれたけど、シンキさんがめっちゃやばかった。やば。怖っ。もうこれで負けたらもう今日やめたのかな。シンキさん今いないよ。いないよ。シンキさんは元からおらんやろ、お前。黙れ。いや、びっくりするバトルをしてたのよ。嘘やん。誰とやってどんな感じ。まず、レイ君とバトルしてるときに、めっちゃ6万スコアとかで倒されたのよ。おう。あーみたいな。で、私1000ぐらいでさ、普通だったらさ、うん、もういいわって言ってバイバイするじゃん。うん。うん、なんかその、朝できなかったから倒すリベンジだって言われて6万スコアで負けてさ、うん、でも1対1やんな。もう1回やって、私そこでやったの。誰もいないのに。お誰もいない。もう一回やったの。で、シェアしたの。で、シェアした人は来なかったけど、なぜか新規さんが暴れてくれて鬼勝ちして、しかもさ、私その3倍でライオン飛んだのね。ライオン飛んだ瞬間に、うん、あっちがバグで何にも送れなくなったの。運を味方につけたのかな。くるくるしたの。私がライオン飛んだ瞬間にみんなくるくるしたし、あっちのリスナーさー。気持ちいいな、それ。そう。それは気持ちいいな。で、しかもさ、じゃあもう一回やって言ってやり直しするやんか。やり直ししたのに誰も集まんないって言ってて。レイ君が。レイ君かわいそうやな。で、終わった瞬間に集まったらしくて。いや、もう終わりでよ。バイバイって言った。恵まれてるな、パイナップルはなんか知らんけど。最近そう、運が味方してくれてる。誕生日もな、ギリギリやったけども、1位は取れたしね。そうよ、うん、団結、あれはまあ運というか団結やな。なるほどね。そう、味方してくれて。ほのかん、シェイクシェイク、ブギーなほのかちゃん。タップタップ、やっぱみんなTikTok を見てくれてるんやな、日々日頃のな。うん。まあね。いや、もう11位まで一気に来られたんだるいわ、普通に。まあでも、338K 差ありますけどね。まあまあ、それはちょっと差がありすぎですね。無理やな。寝ようか。諦めて寝ようか。まあ、別にプロスロー越そうなんて思ってないけど、プロスロー爆発しすぎじゃない今日。おお、川原社長と、葵ちゃんが暴れてくれたんだぜ。そう、338K さん。すごいなぁと思った。本当に嬉しいよ。うん。幸せだ。眠くないの？え、パイナップル何でやってるの？何時まで？いつもだって朝まで最近やってるもん。やってんな。え、何時からやってたの今日は。11時半。ああ、だいたい同じぐらいや、俺も。おー、すごいね、うん。毎日ちゃんとやってんの。よし、勝つ。花ちゃんの連勝も勝ったしな。あ、言うてたわ。あいつ10連勝終われんかったらね。なんか言うてたね。すーちゃんありがとう。じゃあ、122人。ケンケンありがとう。やつ準備できてんのか。あと二人。さらや。行くぜ。あと二人。あと二人。あと二人。待って、あと二人。あと二人。あ、通行に。ありがとう。あ、通行に。あれ、新しいやつ。あれ、ありがとう。マキちゃんもありがとう。ほんまに無理やん。ブッカ、ザコ花火パン。お、バブチョさん、ありがとう、バラムメ。これは、社長はもういらっしゃらないかもしれないけど、まあパイナップルは別に強くねえらしいから行くぜ。団結や。団結やー。頼むぞ、日韓3位まで残り 14.2K。ほのかん、どうだって、サクッと。2枚。どうも、津田正樹です。お願い。ほのかん、ファイト。どうも、橋本環奈です。お願いします。は？お前、鏡割ってるんことか、入江の鏡。橋本環奈。ほのかん、ローザだよ。みんな2倍だよ、2倍だよ。橋本環奈と事務所スタッフ全員に謝れ、お前。なんで、じゃ、あなたも謝りなさい。須田まさきはどう見てん、お前。どこがどう見て、須田まさき。いや、さっきほんまにもう手が、爪が顔に当たっちゃって、ちょっと、またコンシーラー塗らな、ほら。トシバラ、うんま。爪が当たっちゃって、トマトジュースがちょっと、なぜ出ちゃいまして。これいいかな。OK! すいませんね、お騒がせしました、皆さんね。はい。コンシーラー持ってるのおもろいよな。あ、お前コンシーラー持ってへんのげ？持ってんな。いや、女やから持っとるけどさ、男持ってんのもろいよな。プロソロがな。これ、ベジボーイっていうやつや。なんか草着てる。おのか笑うな。
やっぱお肌はね、汚く乱れるより綺麗に乱れた方がいいから、ね。すーちゃん、ありがとう、ズッキュン。お前さっきまですごいバトルしてたんちゃうんけ、お前。してた。勝つぞ、これ。みんな勝つよ、勝つよ。なんと。ほんと頑張らんま。あ、手のりハート、おちめちゃんとゴーちゃん、ナイス。やったー。近所に菅田将暉いるから今度聞いてみるね、だって。え、ガチで？どういうことやねん、何をやねん。まで何を菅田将暉と俺が似てるかどうかって。この人が似てるって言ってましたよって。誰やねんって言われて。小松菜奈も失笑するやろな。あ勝った時は、よいちゃん。かわいそうやんな。似てるなって言われてな。やまれ。すーちゃん、ありがとうね。MVP すーちゃん。3位までは行きたいな。ちめちゃんとありがとう。ゴーちゃん、あーにゃ、けんけんもありがとう。見せてる。ありがとう。サブチョもありがとう。うわ。ほのか吹いた。いや、もう、ちょ待ってな、ちょ待ってな。ちょっと待ってな。どうやろうな。4コラもできないっすよ、今。あ、さっきセナちゃんから来たけど断っちゃった。タイミングが。ああ、そうだ。アキさん、アキさんって言ってる時だったから。もう、これはもう無理や。もう、川原社長もいらっしゃらないし。いや、けど日韓3位まで行って終わりたいな。もう、4コラするどうする？うん、まあ、4コラでもいいね。ずっと2コラしてたしな。どっちも。アイキ読んで、うん。レイ君とやったら盛り上がったよね。今なんか、レイ君。おいおいおいお疲れ、ランク外。お疲れ、カエルメガネ。なんか顔見えてない、アイキちゃん。はい。こうなってるよ。そんなんじゃないじゃん。くそ早。レイ君来るかな、送ったけどね。来ないか。あ、来た。あ、久しぶりや。全然送ってこないですか、俺に。え、なんでなんで？なんか調子いいみたいじゃないですか。そりゃそうだ、当たり前よ、お前。ジョー君の年収を一日で稼いでる男です。嘘です。よろしく。どういうことなんですか？黙れ。いや、なんでやねん。どういうことやねん。ランク外のレイ君はどんな感じ、最近。38位ですわ。え？いや、いますよ。驚いてねや。ピザイベント4位ですけど。ピザイベント4位ですよ、ピザイベント4位。ピザイベント4位？レイ君。どんなそれすごくないほどかバランマ。え？それ、あの、一番上のやつで？え、そうっすよ、そうっすよ。え、マジで？頑張ってんの？やっぱ、ほんまや。すごい、場違いやん。ミカママプリコ、アペちゃん、レイ君、おかしい。え、不正働いたの？やばいっしょ。どうしたん？わかんないっす。いや、確かにピザハットのバイトにいそうな顔面してるもん。そこかいね。選ばれそう、選ばれそう。一番選ばれそう。すいません、こうやって。でも一番選ばれそうじゃん。誰がピザ似合いますか？まあ確かに。一番なんか似合ってる。似合ってるやん。まあ確かに。なんかお届け先に行く途中になんかちょっと一切れ食べて。どういうこと？つまみ唯一そうやなって思って。それプロスの。プロスのじゃな、届かなそう、ピザ。じゃあ、俺、ほんまに、俺、出前館でバイトしたことあったけど、マジで、寿司が横向きになっちゃったことがあったから、うん、自前の、あの、割り箸、ポーン、割って、直して、あ、お届けですって言ったことはある。無理なんだけど。いや、じゃあ、全然変わってない。さすがにやばいから。けど、出すしても。いくらの、横の状態で届けたら怒られるやんか。まあ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 、でも、わざわざ開けてさ、そうだ、わざ開けてさ。なんやでも、その、怒られるぐらいやったら直した方がいいやん。ほんと頑張る。開けてる。裏事情やばくね。けんけん中央やばい。衛生面よ、衛生。衛生面。あの、倒れやすいね。ほんまに。すーちゃんありがとう。さあ、五人バラです。おちょ、アイキお前何してんねん。おい、プレイヤー1人しかおらんのけ、お前。待って、待って、ヤオラちゃんありがとう。キングちゃんも出してない、今。パン立てないです。キングさんもういないの？早いぐらいの見せるもん。いや、あの、戦闘放棄してる。なんで？やばい。俺とチーム同じやから？いや、シェイクピザ、シェイクピザ。ウォーキング中だ。歩いてるの。忙しいの。シェイク、シェイク、ブギーナムな騒ぎ。シェイクピザ行ける人お願いします。ちょっと待って、これ。ほんとか、シェイク、シェイク、ブギーナムな騒ぎ。もう、語れへんやん。ちょっと待って。シェイクピザ、シェイクピザ。2倍お願い。いや、これやばいぞ。ともほんま勝ちたいなぁ。これはね、全員2桁はやばいやろ、さすがに。何が調子いいの？
どうなってんねん、お前。ゆさたまちゃん、ゆさたまちゃん、ほら、みんなに行かない、行かない。もう、しのさんに行かないだけ。俺に行かないよ。面白いからよかったのに。キングさん、いるやんか。いや、キングやばいって。いるやんか。キング強いて。様やろが。キングさん、いるやん。キング様やろが。今。なんで様つけなあかんねん、しょ。様やろが。3でもええやんか。うわ、なんか、プロソロちゃんがって一緒についちゃってるから、うわ、全然、59じゃない、ちょっと、本気で息して、プロソロちゃん。いや、息せずに、ごくごく、息せ、息。キングリーやば、ほんま。おい、息せ、息。ごくごく水飲んでんねん、息したらむせてまうやろか、お前、黙れ。いや、なんやねん、その数字は、その数字。いや、お前、キングリーさんが投げていただいてるのに対して、あいき、キングちゃん、ありがとう。キングちゃん、ごめんね、この、うるさいメガネが、本当に、もう、臭いだけじゃなくて、うるさくて、ごめんね、キングちゃん。あ、いじめいがらね。キングさん、ありがとう。早くとレイ君あの29ですえなんかえ焼き肉みたいな二人ねキングさん焼き肉行きたいありがとうじゃあね小学生か言い方お前すごいよ焼き肉行きたい本格大好き焼き肉いいだ行ってこキングさんありがとうございますこんなこんな、このチームなのにありがとう。全然決まってねえぞ、アイキお前。このチームなのにありがとう、キングちゃん。じゃあもう、アイキちゃんのところのキング D 様。はい、ちょっと俺のところでちょっとさ、投げてください。14.1K だけでいいよ。いやでしょ。いやでしょ。ピザはいけるんしょうなか。キング D、そっち来てくれよな。いくぞ。いや、アイキはほんま、キング D さんにも。シェイクありがとうね、シェイクありがとうね。なんか、下のメガネうるさいから、ちょっとミュートしてくれちゃ、剣が飛ばして。俺からしたらお前が下だけど。なんで言ってるよ、ほら。これ、顔面ってミュートできないんだっけ、顔面って。すべてにおいて。顔面ってミュートできないんだけど。顔面ミュートって何やねん。アネラちゃん、ほんと？あ、そうそう、レイ君とパイナップさん、息していただいて。コアが口動かしていただいて。いや休憩中ちゃうんで。本気で言ってもらう。いや、あなたもそうやんか。スコア、スコア。おー、キングちゃん、マナチさん、どうなったの？はい。ピザデリバリー、キングちゃん。ミュートにして感謝です。ほのかんだけが友達だよ。ありがとう。味噌汁もありがとう。りーちゃんありがとうね。りーちゃんも手伝ってくれる。りーちゃんありがとうね。プロソロがプレイやってるやつが。みんなタップありがとうございます。チームなのに、助けてくださいよ。キングちゃん本当にありがとう。今では行きましょう。ありがとうございます。たけちゃんありがとう。みたれちゃん、かすさん、としみさん、アネラちゃん、ゆなちゃんありがとう。ああ、まあ俺は、アイキと組むことによって、ね、キング D さん。に目覚めて欲しかったって感じかな。そう。まあ、俺のランキング抜かせるように頑張れっていう、うん。そういう意味を込めて同じチームにしてみました。トロちゃん何これを積み上げて日刊乗ったの？はい。106コインの、うん。うん。これを。ああ、なるほど。うん、何時間せなあかんねん、お前。なるほどね。106コイン、これ5分で106コインやったら、1時間で12倍やからね。うん。どんなもんや。1275円から、24時間やって。24時間やっても3万コインだわ、今の。めっちゃ煽られてるやん。アイキちゃんめっちゃ煽られてるやん。じゃあアイキ日刊何位にやれたの？ん？うん、32。いや、中途半端なランキングで煽りやがって、てめえ、これ。あと 474.9K ないと僕には勝てません。そして、ユニバで換算すると11個です。お疲れした、偽アリアナグランデと、その他愉快な仲間たちさん。ほんまにあかん。勝てる要素がね、日韓3位まで切りよく行って終わりたいな、これ。ルシアこいつ2人しかおらんからいっか。あと 14.1K、ルシア自体早っ。みんな寝てるな。大変やな。これ、きついな、マジで。逆に俺もちょっと寝るか。119人見てるけど、全然、みんな寝てるのはまずいな、普通に。
3位まで行ったら切りよく終われるんやけどな。何時まで来んの？適当。もうすぐ終了。何やねんそれ。だって俺ここさ、まあ、さっき暴れすぎて爪当たってトマトジュース出てコンシーラーで塗ってるわ。いや俺ね、日刊が今上がる気しないんだよね、ほんまに。眠たくなってきたし。まあ一回さ。まあまあ時間が合えばコラボするか。モコ行くか、こいつ。忙しいんですよ、ウーバーで。ウーバーで、イケメン、イケメンだ、はい。え、ウーバーで忙しいんですよ。ごめんなさい、え、浪人生の方ですよね。え、ちゃいますよ。メガネ男子が、指名が入ったので、だから仕事に行ってたら、はい、あれだったんですよ。あ、じゃあコラボ切りますね、じゃあ。はい。あ、いやいや。仲良くしてくださいよ、仲良くしてくださいよ。どっちやねん。まあけどさっきありがとうデリバリーいっぱいしてくれさってありがとうございます。チュッ。あ、はい、ありがとうございます。ランク外メガネ。うわ、いいんだ。ランク外じゃん。日刊ないか言うや、日刊おい。日刊入っとないよ。日刊入っとない。日刊4位やけど何か。これで、ローダだよ。これで、あ、それカツラ？あ、こっちで、イケメンさん、イケメンさん。モコちゃん、毎回キャラ変わるから、どれが本物のモコちゃんかわかんねえんだよな。すごいよね。普通に喋れるんですか？普通に。あ、普通に喋れる。いつも、あんた、あってなってるもんね。キャラ、それ。あ、これは、まあ。キャラですね。キャラ。そうだよね。あ、これキャラですね。普通にガチで、そういうなんか、お病気をされてる方なのかなって、ちょっとすみません、思っちゃってました。あ、お病気の時もありますけど、うん、お病気の時も。うん。そこは、プラスロファンさん優しいですけどね。優しいですけどね。迎え入れてくれますよね。うん。無理でちゅ。あ、無理ですか。激チーンって、はい。あ、これ鳴らしたかったけど。音鳴らないんですか？僕が鳴らしてあげましょうか？お願いします。もーこーちゃん？あ、絶対、あ、こっちもかけようか、こっちもかけよう。ちょっと待ってください。音がバラムン。待ってくださいよ。この前の女の子のチップをどこに入れたんですか？チップ。チップ。いましたよ、チップ。チップを入れてましたじゃないですか。横川バラム、チップ。チップ。動画でなんか見たん？うん、動画で、あー、かわいいーっていう女の子のところに、あ、入れたんじゃないかなーと思って。すいません、あの記憶が達成できなかったじゃないですか、ちょっと。だって、なんか、コナンが、すごい喋ってるなっていう感じがしてるんで、ちょっと入ってこないですね、内容が。ほのか、ロードだよ。コナンですか？コナンに似てるって。見た目は子供、頭脳は大人なんですか？あ、はい、そうですね。うん、真実はいつも？一つ、はい。黙れ。ほのか、シェイクシェイク、ブギーナムナ騒ぎ。ムナ騒ぎですけど、ほのか、シェイクシェイク、ブギーナムナ騒ぎ。で最高、ちょっと、ヒットハットで。え、もこちゃん、この辺に毒キノコ生えてるけど大丈夫？在庫花火、ファン、ほのか。毒キノコ、肩から生えてる。お、ここ、ほら。ピンマイク、マイクテスト。キノコの山でもないね、大丈夫ね。タケノコの山の方が好き。タケノコの里な。あ、ごめん。ほのかんキュンです。すいません。問題が山積みですね、もこちゃん。スコアは全然薄積みだけどな。あ、わ、ちょっと待って、じゃあ電話しよう。あ、電話ね。はいはい。ちょっと待って。あ、もしもし、モコさんすか？ほのかん、二人寄り添って歩いていこうな。ほのかん、ガンキバリ。まあ、そんなこと言ってたら、ですよ。
もこちゃんの一発ギャグまで。ああ、それ使います。ちょっと空いてますんで、もこさん来てください。これこそ、これこそ。おのおかん、踊ってやるのか知らない。行くぞ、日韓。3位まで残り、ごめん、それ何の音か分からん。タッピング。それ、なんなんそれ。よく分からん、ほんと頑張る。ああ、わい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 。これは、あ、じゃあ、ちょっと今忙しいんで、ちょっとレジしてんですよ、レジ。くだらんの、もうやめにしよう、お互いに。残り2分よ。さあ、2桁ですよ。行くぞ。2桁。5連勝してるっぽいぞ、もこちゃんは。頼むぞ、みんな差し込みで勝つぞ。ああ、絶対に。あ、助けてくれ。マジで貸して。ローゼンありませんか、誰か。あ、このか、テイクシェイク、ブギーナムナサギ。やばい。え？ありがとう、グラブゲットだぜ、ゲットだぜ、よっしゃ、来た、おっしゃ、わあ、これこそビクトリーじゃないですか、ビクトリー。よ、黙れ、ランク外メガネ、喋んな、お前ミュートじゃ。ほのかん、横顔、ありがとうございます。アメガミタン、ジャック、ノブ、ヤヤイタン、ユウさん、カズヤさん、サッシー、そして、ランフの方々、いいね、タップ、ありがとうございます。やっと、おめでとう。よかったね、モコちゃん。うん。またコラボしようね。じゃあね、ランク外おばあちゃん。日韓3位地投げしてでも行きたいなぁ。三日ママ邪魔やわ。3位におるわ。邪魔。ルシア行くか。まあ、7時までに行けなかったらもう終わるか。いや、なんですか？なんか、はい、なにどこ見てんの？ニヤリ。落ち武者ですか？前髪上げてるんですわ。ルシア、落ち武者ですか？ルシア、落ち武者？はい、落ち武者でいいよ。何？志村けんなの、BAKA 殿様の真似してんの？いや、してないよ。もういいよ。わかった。外すから。アイーンって言ったらアイーンって。いや、言わないよ。みんな行くぞ。プロソロ今日強かったよ。投げ師がついてるって何その情報。ちょっと待って。マジ？どうも日韓ランキング4位の男です。ほのか、シェイクシェイク。やば。620K。頭おかしいよ。お前の髪型もおかしいな。もううるさい、誰がついてんの知らない。シェイクシェイク。いやけどもう寝ちゃったよ。いらっしゃるよ。じゃあワンチャン勝てる。まあ、ワンチャン勝ててもそれは一時的な勝ちであって日韓ランキングは絶対に勝てないけどな。どうすんの夜もしかし俺が抜いてたら。いや、ルシアの髪の毛一本抜きに行くわ、じゃあ。いらないよ。なんで俺が損するんだよ、全部。知らない。ナイス。川原さん。誰川原さん。ああ、誰とか言っちゃってる。お前、川原社長今起きてはったら、お前もうフルコンボだぞ、お前。なんか、有名な人なんだじゃん、すごい。当たり前だろ、もう、視聴者一桁のおめえとは違えんだよ、次元が。一桁許してよ。知らねえよ。年商150億の企業の社長を知らねえよって言ってたね。当たり前だろ、お前。やば、マジのやつじゃないぞ。マジの人だよ。ネクストレベルホールディングスの社長だよ。
え、なんか聞いたことあるんだけど、それ。なんだっけ？ああ、スキマバイト。スキマバイトの会社。ほのかん、シェイクシェイク。よっしゃ、60。ちょっと、頼む、誰か。60万いけるか？リサ、リサ、ちょっとみんなこれ、助けて誰か、ちょっとでも。リサナイス。一応そばにいるよ。さあ、ほのかんしかもう、俺の枠はいないかもしれない。別にほのかん求めてないわけじゃないじゃないか。ありがとう、ほのかん。アイコンも上で。あ、ちょっと待って、これ本当にやばい。これ、誰もクリアできないの？日韓3位まで残り 14K や。リサ、もう本当ありがとう。リサありがとう、本当。ちょ、みんなで行こう、これ。頼むぞ、14K はスポーツカー2個で行けるからな。109人。ナイスだぞ。行くぞ、みんな。プロソロに。ほのかん。別にほのかんじゃない。ドーナツバックンチョ。行くぞ。リュウナイス、リュウナイスだぞ。いいラムの騒ぎ。わけわからん。お前、すっぴんやったらほんまもう、志村けんやな、お前。ほのかん、ローソだよ。あ、でもよくすっぴんって分かったね。うん。うん、見たら分かるやん、お前もう。ナイス、言うな。言うな、いいぞ。留年生と一緒や。ほのかん。もう、うるさい、言うな、ナイス。ほんまに、行くぞ、みんな。頼む、106人団結。ほのかん、タコ花火いな。パンパン。言うな、ナイスだぞ。行くぞ、頼むぞ。言うな。言うな、いいぞ。うん。俺が知ってるユーナじゃなかった。ほのかん、ザコ、別にほのかんも、違う、もう頭回らん、シェイクシェイク、ブギーな、やっぱ強い。リサ、ナイスリサ、ユーナ、リサ。プッカー、頭の中、プッカー。言っちゃってます。ナイスリサ。ほのかん、シェイクシェイク、ブギーな。ナイスリサ。いいぞ。あと 13.9K。キチ。ナイス。3位行ったら終われるけど、キチ。あ、でも今日プロソロの配信見た、ちょっとだけ。え、なんで？トコナスさんとバトルしてて、お前は俺の、その被りもない二番戦じゃ、みたいな言われて、トコだけ見てすらった。もうちょっと見ろや。俺3回連続トコナスに勝ったんやで。あ、そうなの？勝ったの？うん、勝った。3対2で、うん、今日のところは負け認めてやろうよって、あいつ逃げてったわ。あ、おもろかったわ、ほんま今日。最後だった。もう川原社長いらっしゃらないから、もう。今はきついけどね。あかんわ。ちょ、ルシアのリスナーの、じゃ、誰か。川原社長、お帰りなさい。ねえ、社長、もうやめてよ、もう。社長の金貨がパラパラ。社長、おはようございます。ねえ、もう、最悪。流れが変わった。ねえ、最悪よ。一気に目覚めたぜ、社長。ほのかん、笑とけ、笑とけ。3位、いや、2位行きますか。3位まで残り 10.8K です、社長。一緒に3位まで行って出ますか、社長。それか1位まで行っちゃいますか、今日。もう最悪よ。で、どうして、志村けんに似てるの。いいよ。あ、いいんってしとけ、お前。せーの。やらないよ、普通に。ランク外が。ん？笑いも取れず、スコアも取れず、お前。何の取りやんねん、お前。来いよ、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 ルシア。さん、はい。来ない、来ない、来ない、来ない。う、ちょ、ちょ、うわー！言うな？言うな？リサ、ナイス！言うな、リサ、ナイス！ナイス、ナイス！言うな、リサ、ナイス！また負けたな。ナイス、ユーラリさん。いや、じゃあ、ヨシズゲ差し込みの警戒してくれナイスブッカ、笑うてる場合ちゃうね。呼ばせていただきます。リサ、最強すぎる。見て、志村けん。黙れ。社長、おはようございます。すいません、負けちゃいまして。ほのかもリュウマもみんなまとめて、なしたじゃ。ミュート解除。弱すぎるちゃうね。弱すぎる。普通に帰るね。ちょっと怖くなってきたから。ねえ、どうして、帰る帰る。普通に帰る帰る帰る。バイバイ。ありがとう。あーと、ちゃ、あいつ逃げる、じゃ、社長弱すぎることはないですよ、社長。じゃ、ほんまに今はやばいんですって。よし、じゃ、ちょっと。あー、どうしましょう。アイキ行きますか、一回。アイキ行って、ちょっと。ちゃうねん。何がちゃうねん。ちゃうねん、ほんま。
何の顔？ちゃうねんて。何がちゃうねんだから。ちゃうねん。あ、もうアリアナグランデみたいなお前外国人顔してんのにさ、ちゃうねんっていう関西弁使ってんちゃうのほのか。でも、私関西弁上手やかんな。ほんま。じゃあもうめっちゃすっきゃねんって歌ってみろよ。めっちゃすっきゃねん。俺は好きじゃないです。言ってないです、あなたに。あなた4連勝されてるみたいですね。はい、ありがとうございます。先ほど。キング D はまだいるのかな？先ほどのプロソロちゃんので積み上げさせていただきました。積み上げた連勝かっこいい。でも俺よりランキング下です。ねえ、どんな気持ち？いやー、でもランキングで、ね、まあ上の方に、さっき2勝もさせてもらったんで。下を向いて。気持ちがいいです。歩こうよ、愛機はランク外だから。だけどね、1時間でランキング32位まで来た。いや！おめでとうございます。焼き芋バランバ。まあ、けど、キング D おらんかったら、お前ほんま弱いから、ほのかバランバ。そうなんだよね。うん。もういらっしゃらないんでしょ？うん。ない。ほう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 。後日ね、桑原社長さんが目覚めてくださいました。うん。目覚めのユニバー見たいか？おい。何の音やねん。日本では機関音してたぞ、今。絶対鳴ったらあかん。ポカン。爆発してたぞ、なんか。ストレス溜まってんのか？はい、ほのかバラマン、めっちゃ。ありがとう、カズちゃん。行くぜ。よし、タニオ。よし、ブゲ。ツバメバラマン。カズちゃん、ドンちゃんありがとう。ありがとう、112。ジャルちゃんありがとう。そろそろさ、勝利のおたけびあげたい。3位行きたい。ケンタロバラマン。あと一人だ。一応乗ってくれてたね、今。ユーステーキテーキ、ブギーな、ブーな、騒ぎ、行くぞ。あと 10.7K です。ベリーベリー最高、歌うな、音痴がダメだれ。鶏か、お前。朝からうるせえ。誰が鶏や？ゾウちゃん、ナイスパン、ランダムピザボックス。ちょっと待って、社長、ほんまに行こう。社長、ほんまに行こう。もしもし、ピザ1枚お願いします。黙れ。はい、ちょ、ほんまに社長、ガチで。あ、おこりんぼさんもありがとうございます。社長。おこりんぼさんのピザありがとうございます。あ、おこりんぼさんのピザありがとうございます。これはちょっとやってしまったかもしれないですね。ちょっとピザありがとうございます。おこりんぼさんもありがとうございます。おこりんぼさんもありがとうございます。本当に。社長、おこりんぼさんもありがとうございます。よし、楽しい。かわりゆう。うさぽんてちゃん、ありがとう。こりんぼちゃん、ありがとう。どんな時も、いつもそばで、眩しいその笑顔を見せて、こりんぼちゃん、ありがとう。じゃあ、みちゃん、よっちゃん、み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 ちゃん、集まってよ、絶対に。今3位です。ありがとうございます、社長。3位、スクショしますね。うわ、気持ちいいな。キングちゃん社長、やばい、これ作ってた。ありがとうございます。3位、久しぶりだ。社長、勝ちましょう。三河は抜いておめでとう。ありがとう。これはもう。よっしゃ、ぶっ飛び24位すげえ。やべえ、強え。キング D 強え。だってもう、社長、勝ちましょう。絶対この問題に勝ちましょう。絶対このカエルメガネラ、勝つな。黙れ、お前の練習はゼロにするためにあんねん。いや。朝から鶏みたいな髪型と鶏みたいな声が出てる。プロソロに始まって、プロソロに終わるこの練習、最高。うん。はい。で、ああ、終わったことは、この連勝が消えるってことですね。頭回ってませんね。大丈夫ですか？これ、最高な。5連勝になるのかな？ 5 連勝。あれ？え、なりませんよ。ゼロに消えますよ。5連勝になるのかな？あれ？あれ？キングリー起きたな、畜生。くふふ、じゃあ思い出してください。ユニバ連打で絶対勝てますよ。マジで。もう1位いきますか？1位まで。まったりちゃんお帰り。まったりちゃん。1位まで、残り。みんな、15個です。キングちゃんだけじゃなく、みんなの力をお貸しください。15個で指輪、15個連打で1位。みんなの力もお貸しください。ほんとに。ここで。これは勝ちましょう、さすがに。これは。やばい、5倍来てるやん。ナイス、おこり、ナイス勝ちましょう。お前勝ちましょう。指輪で勝ちましょう、ほんまに。やばい。うぃよちょっと焼きたりー
2個ぐらい連打してくれ、頼みましたじゃん、いったー。あかりん、ゾーンちゃん、あかりん、ゾーンちゃん、わー、待って、わー、待って、あかりんちゃん、ありがとう、あかりんちゃん、ゾーンちゃん、来ました、あかりん、来ました、今ですね、ついよ、レベル46の鳥が来ました、鳥が、焼き鳥が来ました、ね、焼き鳥じゃなくて、何やったっけ、フェニックスじゃないよね、サンダーファルコンでもないよね、サンダーファルコン、サンダーファルコンは43レベルのやつだよ、46のやつ、46、ファイヤーフェニックスやった、そう、ファイヤーフェニックス、焼き鳥ってお前言った、ファイヤー焼き鳥、お前やばすぎやろ、うわー、人間が焼き鳥、ありがとう、ミュートや、お前、はい、1位社長、ありがとうございます。キャッスル、2倍の時に投げていただいて、ほんま、負けたんはすんません。でも3位めっちゃ嬉しいです。叫びすぎて俺の喉がいかれてます。けど、本当に嬉しいです。ありがとうございます。負けてすんません。ほのか、リュウマ、ツバメ、ケンタロウ、みんなまとめて、何しとんじゃ。最強で最高です、オコリン。ゾンベちゃんナイス、よくやりました、ありがとうございます、ヨッシーたんも、タケちゃんも、ニトヘちゃんも、ウサボンチャちゃん、ダイサンゲちゃん、カセちゃん、スコールソーダちゃん、ありがとうございます、いやー、ついよ、いい朝だ、ニワトリがこいつ、焼き鳥な、じゃあニワトリみたいな顔面の女に焼き鳥が飛んだってことでしょ、お前も、どういうか、どういうことよ、今何飛んだの、プロちゃん。ほんまに。ん？プロちゃん何飛んだの？まあ、俺の意識が飛んだかな。負けたな。ちくしょう。いや、キャッスルをね、2倍の時に川原社長が投げていただいて。うん。うん、いや、川原さん今日やばい、フィーバーしてますよね。うん、マジでやばい。マジでやばい、ね。けど、キング D がほんまにやばい、ずっと。やばすぎる、キング D。もう、ほんまにやばい。ちょ、もう、一回、ちょ、どうしよう。ちょっと待ってな。四コラかな。黙る鶏。うわ。うわ。朝か、うわ、近。うわ。うわ、加工取れたらこいつ誰そう、今、加工取れてドゥンってなったよ、お前。ドゥンって。うわ、いいんだよ、ドゥンってなってもう。お前、加工取れたらもう全然やばいね、お前、普通に。え？加工取れたらもう、兄貴じゃなくて、もうほんまにやばい人に見えるよ。いいじゃん。うん、何がいいね、お前。いいよ。ちょっともう。みんなドゥンなるやん、加工取れた時。じゃあもう一回だけやってやるわ、さすがに。悔しいけど、うまいこと言うなって言ってるよ、オコリンが。いや、逆ね。逆にね。もう一回やったら、お前、俺よりもランキングしたいけど、もう一回やったらしゃあなしな。どうですか、この人。本当に。川原社長が手加減してくれたことに関して、お前感謝せえよ、マジで。いや、キングさんが、まだちょっと手加減してくれたことに感謝してくれた。じゃあ手加減なしで俺の日刊ランキング抜かしてみるよ、じゃあ。今日はそういう日じゃないの。いや、言い訳すんなよ。抜かしてくる。今日はそういう日じゃないの。キングに抜かせよ、おい。イフラベ46が。この人、マジでやばい。あ、抜かしてみるよ、お前。うるさーい！うるさーい！今日はそういう日じゃないの！わかる？黙れ。ねえ、そういう日じゃないの、今日は。早くやれ、鶏。ねえ、どうして、勝てたのに、ランキング下なの。もうちょっとあるでしょ、なんか、頼み方があるでしょ。もう一回、お願いします。チュッ。くぅぅ。一人泡踊りされてんの？この女に勝って気持ちよく、ちょ、社長寝ましょう、ほんまに。これはみんなでもあれね、あれね。ちなみに、ユニバがあと11個届けばですね、日刊2位いけますよ、日刊2位。シュンシュンさん、フォローありがとう、シュンシュンさん。日刊1位まではユニバ15個ですね。ほのかん、シェイクシェイク、ブギーナムナサキ。ふん。朝からゴリゴリにメイクしやがって、お前デート行く気分なのか、これ。ほのかん、わらわら。え、リスナーさんと会ったことあるの、アイキちゃんは。うん、あるよ。
うん、あるよ。うん。鶏語しか喋られない。だって、なんだっけ、フェスも行ってるしさ。あー、例えばどなたとお会いしたことあるの？ドンペリ将軍、はいはいはい、ミゲルさん、はいはい、レオン先生、ああ、キング D は？仮のミゲルさん。あ、うん、キング D にそんだけお世話してもらってんのに、お前一回も会ったことないんや。うん。うわ。実際に会うの怖いんか、キング D さんと。え、嫌われたら嫌じゃん。いや、もともと好かれてないから、お前。ほのかが。鶏に餌やってるだけやから、お前。鶏やん、お前、どう見ても。トサカやろ、それ。ほのか、言うんです。サンバイヤー！おい。嫌われたら嫌やんな。サンバイヤー！サンバイヤー。社長！このバトルで、この女に勝って、気持ちよく寝ますか、社長？お買い物ちゃん、ありがとう。こいつの5連勝を借り取りませんか？なんで、なんでフェスにさ、私たちインフルエンサー万博だったの？だからインフルエンサーっていう、うん、あ、みんな、73ポイント。意識。まあ、インフルエンザやろただの。ほのか。インフルエンザなんか、インフルエンサーじゃないと入れない。インフルエンザ鶏でしょ違くて。ね、聞けよ。なんでその人と、その言葉。黙れや！サンバや集中せよ、お前。もう嫌だ、ほんまにここユニバス、マジで。うわ、ほんまにそこジェイデンさん、ありがとう。どうなった、タックンチョ。どうも、菅田将暉です。ほんまにユニバ行っときましょう。ほのかん、シェイクシェイク、ブギーナブル、タワギー。あかりーもう、ほんまにユニバでも一撃で決めましょう。もうここでね、もう言っとったらマジで気持ちいいっすよ。あかりーあかりーガチで、社長、ほんまに決めましょう。もうラストバトルぐらいの。みんなで行こう、みんなで行こう。ザンベちゃん、ザンベちゃんありがとう、ザンベちゃんありがとう、ザンベちゃんありがとう。このカエルメガネに、これカエルメガネに。ガチで勝ちましょう、こいつ強いっすよ。もうさばいて、もうマグロの刺身にしてやりましょう。ほんとに、ザンベちゃんありがとう、みつみちゃん、ハコミありがとう。お願いします。あかりありがとう。すいません、ピザお願いします。あ、プロソロには届けられない。了解です。キングじゃんで、沈んだ、沈んだ。キングじゃんキングじゃんピザデリバリーいっちょあがりー。すいよ。いっちょあがりー。すいよ。もう無理だ。これは諦めなあかんわ。キング D やばい。はい、はい、こっち向いて、こっち向いて、ブロちゃん。こっち向いて、ブロちゃん。はい、はい、こっち向いて、こっち向いて。写真撮って、写真撮って。うわ、ちょっと待って。うわ、ちょっと。これ乗っけたるかんな。教えた。え、お前のランキングが俺より下っていうことを乗っけたるわ。いや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 。え、お前今何位？12。12、下すぎて俺と同じ画面に映らないわ。お疲れ。いや、別に今日そういう日じゃないし。うん。じゃあ、早よ、早し終わって寝ろや、鶏、お前。うざい、帰る。本当に。帰る、帰るはそのままじゃね。まあ、もう、ゾンビになりが疲れそうでね、おやすみなさい。すごいよね。いや、おこりもやばいよ。もうみんなすごいありがとう。まだ本当に聞いてしまってありがとう。紛れもなく終わった。いやー、朝ソロはいいなぁ、ほんと。うん、朝ソロ？うん。朝ソロ？朝ソロだわ、うん。俺とバトルすると盛り上がるということ？あ、そう。ちゃんが、次しよう、オッケーさあや。え、全然違う、何が？タングさん、おはようございます。鼻かゆいんか、お前。な。うん。ありがとう。やっぱさ、こういうことだよ。どういうことやねん。うん、こういうこと。やっぱ、噛み締めてちょっと読むね。キングちゃん、ありがとうございます。本当にキングちゃんありがとう。キングちゃんナイス。なんか、オコリちゃんナイスありがとう、オコリ。
ゾンベちゃん、ありがとう、ゾンベちゃん。タケちゃん、ありがとう。ミスミちゃん、オカエモンちゃん、カベちゃん、サポンチェちゃん、ノビちゃん。あと、韓国の方、ありがとう。そうだね、正義は勝つ人形。俺、悪じゃないからね。悪、うん。悪ではない。正義は勝つ人形、やっぱり。お前別に正義ないけどな。いやいや、正義やねん。悪やねん、やっぱり。まあまあ、バトルには確かに勝ててますけども、日韓に勝ててない時点で、ね、俺が悪だろうが、完全には負けない。331を積み上げてやってきたんですか、この3位。いやー、さぞ大変だっただろうな。お前、キング D おらんかったらめちゃくちゃ泣いてたって言った、お前。うるさい。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。ルカルさんに投げてもらって、めっちゃ泣いてた。うるさい、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 泣いてないもん。お前、強いの朝だけみたいやな。うるさい、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 泣いてないもん。まあ、瞬間的な強さ。羨ましいです。はい。まあ、とりあえず、僕の日韓ランキング抜かせないと思いますよ。頑張ってください。1、日韓まだ負け犬の惜しみだから、負け。負け犬の惜しみってごめんなさい。日本語喋れてます、うん、負け犬の負け惜しみ。はい。お疲れ、外国の方。バイバイ、ワコちゃん。さあ、やって終わるか。勝って終わりたいな。音ゼロだ。おはよう。いかないな、お前。お？ランク外やわ。3位だわ、俺。まだ9ダイヤやわ。9! ピザのランキングも49位になったわ。気持ちいいな。嬉しいな。大丈夫、3位は13位だから。ええけど、今9コインなんでしょ？うん。あれ？なんでこんなに、誰が抜かしたさんのこと？さあ、みんなで、この、デコヒロシさんに勝って、終わろうな。最高。お、セナちゃんも配信終わってるやん。すげえ、俺よりも上のやつで配信してるやつおらん。気持ちいい。おさえ、ランオフにしてるだけです。ね、プロソリー上やけ。ほのかん、ローザだよ。どういうこと、どういうこと、はい。ランオフにしてるだけで、プロソリー上やけ。じゃあ、ランオフ解除してもらっていいっすか？いや、できない。なんで？まあ、したくない。いや、できるけどな、お前。言い訳だ。したくないってなんやねん。ちょっと今、50位のスクショ取っとこう。普通に嬉しいガチで。ピシャシャピンキャピンキャピンいや、お前映ってないね、今あの、あれやから。撮ってや。シャピって違う。お前のデコだけ映ってた、今。いや、日韓とさ、ピザのイベントやつ撮ってんだよ。シャピって言った、今。ちょっと待ってね。映ってる？いや、映ってねえよ。おでこも映ってねえよ。今、日刊撮ってるから。もう最悪や。あ、じゃあ、はい、お前撮ったのか？はい。うわすごい顔で撮られたね。10ポイント。シェイク。はい、さあ、ほのかん、ローザ、ツバメバランマ。さあ、ライブゴールでちょっとお名前書いてから、ちょっとみんな、この女に勝って寝ようや。ほのかん、ローザだよ。あー、シェイクありがとう。あと一人。これはもう、勝って寝る流れちゃうこれ。じゃあ、プロソーの閲覧ください。嫌です。俺にしか興味ない連中なんで無理です。なんでさ、8とかなんの？なんで？それは、単純に、サーヤちゃんの配信が面白くないからじゃない？まあやばい。違うよ。だって多い時30人いけるのね。俺146人。みんな、ちょっとこの、なんか、3位ガマガエルのかどうか、3位ガマガエル。ゆで卵。腐ったゆで卵お姉ちゃん。寝ようか、ほのがまらんまんま。腐ってないよ。え、どうなってんのじゃあ。ん？出来たとほやほや。チョコレート、チョコレート、ナイス。ほのがまらん。プランプランプラン。プランプランプラン。出来たとほやほや。つばめ、シェイクシェイク。行くよ、みんな。ライブゴールド。行くぞ、スタンバイやからだ。この女に余裕で勝って寝るぞ、みんなで。ほんと頑張らんま。ほんと頑張らんま。行くか。頼むぞ。130段に。あのかん、シェイクシェイク、ブギーナムーナ騒ぎ。ほんと頑張らんま。5、4、3、2、勝ち、シェイクシェイクシェイク。ほんと頑張らんま。やばいやん。おービクトリーを見せたかった勝ちありがとうね、シェイクシェイク。ダンスだから負けちゃった。ありがとう。よっしゃ。
気合入れた、気合入れてこ。圧倒的ビクトリー、もう、絶対勝とうね。ごめん、ずれたわって。いいよ、全然。ありがとう。ちょっと。ねんむ。よし。完璧やな、完璧。これは違うやつ行って一回買って寝なあかんやつやな、これ。ちょっと感じ違うかな。いや、逆向きになってるわ、まず。いや、逆向きに書いてんだけどさ。ああ、そういうこと。うん。あげが違うと思います。あれが違う？うん。しかも逆向きに書いてって本当に、あれやで、右から読まなあかん時点でもう逆になって、それ。あ、違うか。だからミラーリング解除したら、だから。あ、ミラーリング解除できない。さあ、反転して書けるから。別にミラーリング、それ解除できないのは、おめえのその、顔面を逆サイドにしたくないからっていう、ただそれだけでしょ。もう、違う違う何を言うてんのこの女は。違う違う。最後はゆで卵。いくぞー絶対勝つぞー勝ってみんなで寝るぞスナイパー現れろ勝ってるからいいですねえ、ほんとそれな。黙れ、ニワトリ。3、2、1! いや、勝つよ。勝てる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 最高ビクトリー。3位に勝ったビクトリー。あれ ?3 位でも223。あれグローブゲットを読ませていただきます。MVP! 助けてあげちゃん、ありがとうね、本当に。ありがとう、本当に。そして、カチュウ、ありがとう。元気やな、こいつ。プレミアちゃん、コウスケちゃん、みんなありがとうございます。うわぁ、はい。本日のファンの皆さん、ありがとうございました。あやちゃん。日韓入れたかな？余裕すぎるビクトリーやわ。3位でも勝ったわ。ゆで卵が！また後でな。じゃあなら。お湯や。じゃあ一回お湯行こう。お湯こいつなんか作ってんのか。わあ！ちょ、今、やばいかも、マジ。やばいか。理解したな。いや、本当に、ちょっと弱い、今も。ちょっと弱いやん。うん。ちょっとめっちゃ日韓高い。びっくりした、私。3位だよ、俺。ね、やばい。誰か勝たせてお願い。無理で中。ラストバトルの相手は、ゆうあちゃんがいいかなって思ってきました。まや、シェイクシェイク。お願い。ちょっと待って、オッケー。ゆうあちゃんは強い人いるのか？シェイクシェイク、まやちゃん。ねえ、なん、どんなとこでグローブ使ってんねん。ほのかん、バラブ。フロソロ、ねえ、誰か、救世主。いや、確かに、いつ使ってんねん、グローブ早くね。KK！ え？ほら、絶妙。その、KK、ナイス !KK！ え、KK、ナイス！え？どういうこれは考えなの？ちょっとあんまわかんないけど。使い方ミスってるやろ。けど、ギフレベ高いね、36で。初見さん？あ、さっき、知り合った人です。だ、それ初見さんって言われたから。うん。あ、そうですね、初見。バックナンバー聞いて寝とけ、お前は。もう誰か助けて。ジェイちゃんいいね、ありがとう。シーちゃんいいね、あと、トモナイス。おはよう。勝ちたい、勝ちたい。グローブいらないから捨てた。なんでやねん。お願い。ケンジ、勝てたらフォローします。日韓3位です、今。おはようございます。あれ、ケンジってユアちゃんのところ？そうですよ。じゃあ、挨拶しに来ただけか。エンタメ？ただいま寝れんかった。おはよう。そういうことっすね。ユアちゃんのところで、グローブをケンジが投げて、違う人が、ギフトも投げてくれたってことですね。ああ、わかりました。ないか。勝ちたい。そう、日韓3位に勝とう、みんな。エンタメバラム。いつもで、ありがとう。さっきから俺は負け続きだ。勝たせてくれ。ほのかん、ローザだよ。待って、これだ。8、8、8。なんかいけない。あ、
やばいかも。BGM のボリューム間違ってるぞ、絶対。あ、そう、薄い。うるさいですか？めちゃくちゃでかいで、ライブ会場け、ほんま。あ、そうなの？ケーキケーキ。そうなの？ちゃうねん、もう焼き鳥屋のバイトみたいな顔面と服装しやがってて、めえ、これ。あ、ちっこいな。ほら、みんなディスられた。誰か、これ。あ、いけない。終わった。やばい。みんな誰か使ってほしい。あ、ちょっとゴンと待ち合わせしてたからちょっと喋っといて。え、ゴンちゃん？え、ゴンちゃん？みんな立ちたい。こんな言われてる。あるけど、さすがにでも2個使ったらなんか言われそうだけやめとこう。すごいよね。でも日韓3位だよ。強いわ。投げれるとき、うん、ありがとう。そんな、いそう？バイトに。知らんけど。なるほど。さっき差し込みね。させた。どういうこと？え、髪がさ、ちょっと、あんまよろしくない。どっか行った。誰か助けて、ちょっと最後。誰か行ける人いるかな？あ、ななちゃん、フォローありがとね。前髪気にする前に日韓ランキングに入れてない自分の立ち位置気にした方がいいんちゃうか？ちくかまー、みんな、お願い。ちなみに、ゆうあちゃんは大学はいつから始まるんだい？あ、もう始まってますよ。あ、そうなんや。前期、落胆してないか大丈夫か？あ、チーマルのところか、ケンジ、そっか。ん？前期の成績はどうやったん？前期よかった。だから、ほぼ授業なくて、あんま、ゼミと、あと、二回もか。今4回やったな。4回生で、あ、あと、うん、4単位取ったら卒業。そうです。あ、ゼミ入れて6か。おー。暇すぎて仕方ないってことか。うん。バイトせえや、ライブなんてせんと。焼き鳥屋でバイトしとけ、お前は。なんで、もう誰か、ほら。1位取れるわけねえだろ、お前。天才募集中、今。差し込んでくれる天才募集中。頼む、助けてくれる。ありがとう、大好き。いつもおでやんす。ありがとう。ありがとう。すいよ。出たカニ、こいつ。ほんま。待ってないんす。カニありがとう。ナイス、ケイケイちゃんもありがとう。ナイス、マネキネコ。イツオディアンスもありがとう。めっちゃくれた、初見です。ジェイさんもありがとう。ケンジ、フシ、シーちゃん、ナナちゃん、みなさんありがとう。プロソロさんとプロソロさんのリサさんもありがとうございました。カニおったか、気づかなかった。ちくしょ、むかつくわ。ま、いいよ。大学生活残り短いと思うけど頑張ってね。ありがとうございます。じゃあな。はい。きつい。買って終わりたいけどな。おはようございます、Cさん。元気してました。久しぶりです。いやー、7時ぐらいかな。買って終わりたいな。勝てる相手おらんかな、今。勝って終わりてー。パイナップル一回行ってみっか。パイナップルランキ上がってる？上がってないでしょ、どうせ。うわ、花だいぶ上がってる。え、なんで？花だいぶ上がってる。うっそ、マジ？まあ、とりあえず、どうしようかな。
3やでいいや。ねえ、サブフォローして。あー、サブ。あ、フォローしてよ、今、はい。これもしかしたら、こっちで配信するかもしんないの。なんでわざわざサブでやってんの？事務所入ったん？え、違う、入ってないよ。マイルハートマン、なんで？なんか本当に、洞察2とかになるから、こっちで配信した方が全然、洞察取れるから。シャドウ版食らってんのかな、ほんまか。わかんないけど。アメダイクちゃんいいね、ありがとう。ジョニーちゃんいいね、ありがとう。カチいいね、ありがとう。みんないいね、ありがとう。まあ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 、昨日ね、3連敗しちゃったと思うんですけど、まさいちゃん、まあ今日は1勝してるし、まあ余裕すぎるビクトリーで。日韓3位の俺に勝てると。はい。余裕で？日韓ランキングで勝てると。いや、スコアで、このバトルで。お、そうですか。ほのかんローザだよ。はい。初見さんね、1K 以上で滅ぼしてます。え、それ服なんなん？それデザイン何それ？は？ガチでわからん。クマ？恥ずかしくリアのクマちゃん。いや、じゃあ見せようとすなよ。恥ずかしいんやったら。だから見えてないじゃん、半分し。いや、ちゃんと見せろよ、見せるんやったら。あ、そうだ。文字なんて書いてあるの、それ。知らない、これなんで買ってんだろうね。いや、知らない服買ってんじゃねえぞ、これ。え、これ1000円。安っ。どこに売ってたん、それ。グレール。グレール？めっちゃ生地もいいし。グレール。これアピちゃんとお揃い。アピちゃん？あ、アピちゃん？うん。アピちゃんが着てる服を見て買いたいなって思ったん？いやいやいや、同じの買ってた。一緒に？あ、たまたま、ね。たまたまね。あ、へえ。似てんのかもな。え、そう。眉、ローズだよ。うん。え、サーヤが？サーヤ。シーン、シェイク、シェイク、ブギーナ、ムーナ、サギ、ほのか、ローザだよ。シンヤかな？シンヤ、バランママ、マヤじゃないね。シンヤだね、多分ね。シェイク、シェイク、シェイク。さあ、165人。シェイク、シェイク、シェイク。カチュ、シェイク、シェイク、シェイク。何時間やってる俺。うわ、7時間35分。よかったね。みんなピザギフトでお会いしてくれて嬉しいな。ちょっとね。511件。ハノカン。いやいや、おやつ、んー、じゃない？シェイク、ギーナ、ムーナ、サワギー。行くぞ !4桁行くぞ！もうサイちゃんの音楽。ごめんなさい、ツバメ、シェイク、シェイク、ギーナ、ムーナ、サワギー。こいつに勝つ。よかったね。シェイク、ピザ、このデリバリーで応援してくれて嬉しい。511件をね、減らしたい。にゃ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 。マユ、頼むぞ、ラストバトルぐらいと思ってくれ。勝ちて、シーア、シェイクシェイク、ブギーナムーナ、サワギー、ほのかん、踊ってね、ほのかん、知らない。行くぞ！ほのかん、にゃん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 、行くぞ。頼む！タニパオさん、アフラックの保険に入ろうぜ、ほのかん、にゃん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 。ありがとう。行くぞ！この女に勝ったら終わるぞ、みんな。勝ったら終わるんや。勝ったら終わるんや。これ見て、ちょっと見て、これ何かわかる？こうやってさ、暴れてたらさ、爪がさ、顔に当たってさ、トマトジュース出てさ、コンシーラーで塗って隠してんで、かわいそうやろ、俺。見てな、言うて見てへんや、お前。なあ。お前。上の空でもう、お前、天井見てたやん。いや、もうね、見らんでいいかな、思ってね。な、何見てんかな。眉終わるの、ええー。じゃあ、眉が勝たせてくれたら、7時まではやるよ。いや、短い。いや、黙れよ。時間ちゃうねん。俺何時間やってると思ってねん。ありがとうね。7時間36分やってんねん。ちょっとこのガマガエル、ちょっと、お願い。お願いちゃうねん、お前。お願い、ダーリン。いやいや、俺にお願いすんなよ。リスナーにお願いしてんのか、それ。お願い？お願いじゃないよ、お前。かわいい通り越して。こんなにかわいいサエちゃんってどういうことかな？向けて、はい。お風呂上がりです。こんなにかわいいサエちゃんってどういうことかな？うん、いいよ。新しい鏡買った方がいいよ。曇ってるよ、お風呂上がりやから。テカテカチュルチュルピカピカチュルチュル。テキ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 。うわ、油でしょ、それ。乳液ですよ、乳液。入院した方がいいよ、だから。うん。アロタ？おのか。やべえ、グローブ使ってるやん、こいつマジで。最悪や。さっきプロソーで撮ったグローブや。よし、当たるぞ。ナイス、コーギー、コーギー。はい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 。
刺さっちゃった、刺さっちゃった。刺さっちゃった、刺さっちゃった。刺さっちゃった、刺さっちゃった。ワンワンワン。行くぞ、みんな起きれ。スナイパー募集中。ガチで勝とう。ガチで勝とう、まゆ。勝ったら頑張るよ、俺も。ガッツチャンネル、レアッサーやい。くらく刺さる可能性もあるぞ。ビグドリー、ありがとうございます、ビグドリー。あ、回収した。嬉しい。日韓サイン2連勝、最高。 MVP、タツタちゃんありがとう、ナイス抗議、ワンワンワン。マヨンほのかん、深夜ツバメ、あたしたウィース、うん。ありがとう、ビクトリー。いや、頼み方があるよね。なんて言ったらいいの？サイヤちゃん、もう一回やってください。無理でしゅー、ランク外さん。あいつ、ムカつくわ。花、今強そうやな。花、一回行くか。花、こいつ、急に強になってない？花、おる、社長。どうしたん？なんかあったん？花強くね？社長おる。いや、いない。誰がおるん？花のところには。おらん。え？今めっちゃランキング上じゃね？それはちょっと前までね。ああ、まあまあ、俺ももういないんだけどさ。まあよろしくな。何桁ぐらい出る？いや、もうほんまわからん。2桁とか3桁かもしれん。花も？いや、もう10連勝するまでもう終わりまてんやって、ずっと狩られてもう無理、やめたい。はよ、やめろや、それやったら。あ、だが、もうな、自分が10時間前に言った言葉に苦しめられてんねん。今日は10連勝。この頑張らんまんまんま。で、7連勝で、あ、9連勝で狩られて、7連勝で狩られて。ええやん。起きときゃええやん、ずっと。まさと。みんな。久しぶりやで。まさとくん、マジでこっち。お好み焼きの旦那って書いてあるやん。いつの間に結婚したの、マサトさん。みんな。マサト、今俺は日韓3位や。そしてこいつは8連勝している。マサト君は信じれる。いいね。マサトは花ちゃんのところでめっちゃ投げる人なの。マサト君よく投げてくれる。うん。それマサト君は、花が音楽流してると、ずっとルンルンっていうミュージックを流してくれる。ミュージックのあの音符のギフトってことね。そう、ずっと。花のおすすめの曲聴くって言ったら、その音楽が鳴ってる間ずっとやで。バリお金の無駄やん。まあ、よし。いや、面白いやん。頑張ろう。そのね、あのさっき千葉ちゃんとコラボしてた時も、なんかマサトさんの話してて、うん、なんかギフレベが39から40に上がるっていうタイミングがあって、うん、それまあ普通なんかまあ1000コインとか2000コインとかギフト投げたら上がるもんやん、大抵の場合って、うん。でもあえて、なんか1コインだけ残した状態で千葉ちゃんのところでバラを投げてギフレベ40に上がったみたい。めっちゃおもろいやん。すごいな、みたいな。それ嫌やし。うん。それ嫌。自分のとこで上げてほしいけどさ、1ポイントだけで。1ポイントで、チョンで、うん、ギフレベ40、うんだってなるよな。ユニバとかでドカーンやったらかっこいいけどさ。うん、みんな4回タップで、ね。なるほどね。めっちゃおもろいやん。うん、4回タップで、ね、みんな。それ聞いて笑ったわ。上位らしい。160人団結しよう。よし、もう、残り2個。3位で勝ちだい。吉継ぐ！いや、もうほんまにお願い。おかえり！お願い。勝つぞ、ずっと負け続けて、俺はもう。精神に異常をきたしている、喉もいかれている。いくぞ。いや、ノンバラナイチ。ノアちゃんバラナイチ。40ポイントいこう。しているでも俺は8連敗以上している、ほのかんバラウマ勝つぞ。ツバメバラウマ日韓1位いくぞ、このまま。ユニバがあと15個で日韓1位や。そして俺よりも上のランキングだったら全員配信してない。タニバを、ローズだよ、ローズだよ。あ、グーバ。ここ夏真夏も、セナちゃんも配信してない。おー、バラナイチ。バラ。エアのバラナイチ。15個で。40秒2倍。バラナイチ。2倍でいっとこ。ほのかん、踊ってない、違う。シェイクシェイク、ブギンダムな高木行くぞ。いや、もうユニバーとか行かれたらほんまに花火。ユニバー行くぜ！
ジョー、やめて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 、やめてやめてやめて、ジョー、シェイク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 。いやー、聞いたんやけどな、みんなごめんな。ほんまに3桁か4桁いってくれ、マジで。でもね、起きないんだよね、これ。ほんまに行きたい。ガチでやばいって今。当たってきたって、なりゃーっと。やめろ、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 やめシェイクシェイク。ラッキーもありがとう。いい、さんさんと。あ、ありがとうございます。おい、ちょ待って、おい、つるまる、これ。キミキューバー。おい。いつでも、まあまあ。つるまる。ミカ、あれやな。最後、赤コーラ。つるまる、お前、やったな。もしあれやったら。逆サイドから行くからな、これがつるまる。こっちや、つるまる、こっち。え、つるまるちゃんはもともと花と仲いいねんで。え？プロソロより花が先やで。ごめん、どういうつながりで？普通にコラボしてる。もともと花の見てくれてたよ。ああ、そうなんや。コラボも何回もしたことあるんや。うん。へえ。どんまい。いいね。だからお前やで、撮ったのはお前な。お前の方な。いや、別に撮ってねえよ。撮ってねえし、そっちに投げてる時点で撮ってねえよ。うん、そう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 、ミカ、そうしよう。投げて。ちょっと待って、グローブ差し込むんじゃん、お前らどうせ。ちょ、ほんま勝とうぜ、マジで。いや、ほんまに花、ここで勝たないとやばい。うわ、ダルルミストやられてるわ。みんなお願い。ミストやられてるぞ。ここで今、最後勝たして。向こう、どれくらいのスコアがいます？花は2150です。なので、トラベルウィズユーで勝てますが、2150。ちょ、流星群とか誰か言ってほしい。流星群とか誰か言ってほしい。ほんまに、誰か流星群言って。ほんまに流星群言って。ちょ、誰かほんま頼む。頼む頼む。頼む。マジで。マジで。マジで。誰か言え。うわ、最悪だ。もうプロソロには意味ないけどラッキー。あいや、にゃん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 。ありがとうね、ミカ。いやね、お前。ああ、ミストね。うん。わいや、ありがとう。ありがとうございます。でも、グローブゲットできてないんかな、ラッキーが。ありがとうございました。エアロン、チュ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 わ、笑顔だね。ノア、みんな、ほんとに一人ずつみんなありがとう。あとラスト一戦。プロソロとはもうやらない。よし、みんな、安心して、もうやらないから。ダチョウおらんでも、普通に。プロソロ、さよなら。ほんとにやらない。絶対やらない。命かけてやらない。あ、じゃあな、またな、はい。はい、じゃあね。あります？いやー、ちょ、一回、もう一回行くか、でも。花にもう一回、今行きましたわ。てか、アキさん、ギフレベ39になってません？いつの間に？お湯行くか。こいつまだ、飯食ってんのかな？いやー、勝ちてーなー。もうすぐ7時だし、買って終わりたいな、せっかくやから。誰行こう。最後にふさわしいやつ。ベルでいいか。いやー。うえはー。久しぶりじゃないですか。久しぶりですね、ベルちゃん。9100ケイコです。よろしくお願いします。聞いてもらっていいですか？はい？今日聞いてもらっていいですか？何をやねん。今日ね、朝起きるやん。6時ぐらいに起きてさ。まぁ、あ、ちょっとぼーっとしてたけど眠いっつって。おぉ。それでまぁ10分ぐらいぼーっとしてたらやばいやばい。でも配信しなきゃと思ってさ、うん、日刊ランキングとりあえず見るじゃない。おぉ。そしたらね、寝起き悪くて飛び起きたからありがとう目覚ましてくれてね。あんまりいい目覚めではなかったけど。日刊3位にプロソロいてビビってんちゃうぞてめぇ。そのおかげでこう、え？あのプロソロが？いや、俺が。こんなことってあんのーと思って。俺はたまに爆発するんだよ。うん。と思って、うん、飛び起きた。目覚めました。ありがとうございますやろ、そこは。いや、まあでも、いい、こう、はぁ、今日もいい一日が始まる。っていう感じじゃなかったから。ある。いいか悪いかはちょっとわかんないけど。けどさ、俺が、もし、ベルちゃんの家に侵入してたとして、それで耳元で、おはようございますって言われんのと、日韓3位のプロソロを見た時やったら、うん、日韓3位のプロソロを見た時の方がマシでしょ。同じぐらいだね。
やばこいつ。人ちゃうわ、ランク外が。ん？同じぐらいだね。え、そうだ、だってランク外よ。だって私今ね、日課ランキまで 48.5K ですもの。まだまだやないかい。あれ、なんで 48.5K？ 相手にならんな。夜やってたんじゃないの？ 48.5K ってことは。12時15分ぐらい？ 12 時半ぐらい？うん。5.6K ぐらい飛んだんだね、じゃあ。うん、え、今来てたばっかし。3位よ、プロソロ。え、なんて？ 3 位やってコメントあるけど、そうよって。うん。やけど、さっきまで投げてくださってた方も多分寝てはるから、もういらっしゃらない。ああ。そうで、こっからもう負け続けてるから、早く買って終わりたいね、俺。ね、あ？日韓3位やけんね、多分。3位やろ、ま、その10万スコアぐらい行かれたらちょっと。行くわけねえだろうが、お前。さっきまでは行ってたけどな。やっぱもう、ボルたちは今からこう上がっていくばっかりやけど、ボルさんはこう今からもう、こうなっていくばっかりってこと？まあ、ベルは確かにこっから上がっていくかもしれんけど、日韓3位の俺にはもう足元にもこうこうや、お前。まあ、そうやな、ベルはもう毎日、そんな毎日入らせてもらってるからね。いや、そんな毎日中途半端な10位よりかは、一瞬で1位いけた方がかっこいいや。え、頑張られた。いや、継続がかっこいいと思うけどな。じゃあ、それを継続してほしいね、3位を。にゃた、のぶちん。まあ、ベルもフォロワー5万9000人で5桁しかねえから、俺みたいに10万人超えたらいいな、さあ、バラッツさんに。天才集団が6人。お前の YouTube のチャンネル登録者0人、俺5万4000人。後で検索したら、ベルちゃんって。もう、ありがとう。検索したるわ。シバラありがとう。ハートミー647人。ハートミー1400、ダブルスコア。まあ、ベルちゃんはね、まあ、TikTok の運営に気に入られてないし、TikTok の公式のイベントも招待されたことないと思いますけども。公式のイベント、バトルとか？いや、その、誰でも出れるバトルとかじゃなくてね。本当に招待された人しかできないバトルね。招待した人できないバトルやってよ、公式ここバナー乗って。あ、ごめん、聞いてなかった。うん。ごめん、ランク外の女の情報耳に入らなかったわ。うん。シェイクシェイク。シェイクシェイク。ベルで YouTube 検索してみるわ。いや、作ってない。配達してません。シェイクシェイク。うわ、シェイクシェイク。はい、シェイクシェイク。やっぱ TikTok しか取り得ないってことね。俺はフラッシュ暗算でも日本一取ってるし、公式のイベントにも呼ばれてるけど、お前はもう TikTok しか取れない。年末、プロソロさんいたっていないね、確かに。やめろ。その、だって年末の TikTok オールスターズ何位だったの？何位譲れないやって。名前。マリー！何位だったのそれ。え？ミチ、ドゥルルル、カルナカルナカルナカエさん、ナイス、ナイス、キキカエさん、ナイス、カエさん、ナイス、ハニュー譲れない、ありがとう。え、TikTok 何位？ TikTok オールスターズ何位だったの？いや、まあ、22位で入れましたよ。いや、中途半端じゃね？25人中の22位でしょ？下から数えて3番目でしょ？悪目立ちするぜ、それは。マーシャ、おはよう。ケンハートミー、ありがとう。まあ、入ってる人に言われたらあれやけどな。まあまあまあ。じゃあ今日俺の日韓ランキング抜かしてみて。頑張ってな。25。はい、どうぞ。当て字どうぞ。25で。25。ニコニコしていきましょう、みんなで。ほんまに眠いからしんどい。頭回らん。はい、感謝します。タッパありがとうございました。ツバメありがとう。きつい。はい、M ベルピー、感謝。はい、ナイスグローブ。ありがとう、カエさん、ありがとうね。ナイス。ミッチーもナイスマネーが。羽生譲れない、ありがとう。ナイス、羽生譲れない。おもろい名前と思った。100キロもありがとう、100キロ。うんもありがとう、カエデもありがとう。コマ100ポイント、ノブチン、リムル。昨日おじ、成功杯10人まで。ありがとうございます。ありがとう、ベルちゃん。忙しい中、こんな俺とコラボしてくれて。優しいな。ありがとうな。元気でいてくれよな。うん。こちらこそ。ありがとうございました。うん、じゃあね、ランク外。あいつ、腹立つわ、ほんま。はぁ、疲れた。めちゃくちゃ弱いやつであって、ちょっと勝ちたいな。しんどい。はぁ。
忙しいんですって、だから。嘘つけい。配信せんと仕事せや、じゃあ。仕事してるって。何の仕事？ウーバー。ウーバーイーツ、今まで配達何件ぐらいしたことあるの？ウーバーイーツ、配達100件。いや、少な。やめたら？うん、もうやめた。うん、いや、じゃあ忙しくないやん。嘘つけ、yeah!いいじゃないか、たまには嘘ついたって。ついていい嘘とついたらあかん嘘あんねん。じゃあさ、プロソロバンさんは嘘ついたことないんすか？ないです。正直に言ってきました。あ、それが嘘なんじゃないですか？それが嘘。なんで？証拠は？根拠は？証拠は、根拠はちょっとデータ化しますので、少々お待ちください。うん。いや、早くしてもらっていいですか、それやったら。今はちょっとお待ちください。今忙しいんで。今、やっぱりこれに集中しないといけないじゃないですか。忙しいの？忙しいですよ。忙しいですよ。忙しいんだ。うん、ランク外やのに？ランク外だけど、ランク外でも忙しいんですよ。こう見えて。そうですか？わかりました。僕、今、僕なので、忙しいんですよ。イケメン、イケメンだから。イケメンだ、本当に。あ、イケメンですよ、イケメン。イケメン。鏡を見たことありますか？鏡、あ、もうぐっちり、ばっちり、うん。カッターもして、鼻毛カッターもして、頑張っておりますよ。うん。鼻毛カッター？うん。あ、そうですよ。じゃあ、鼻の穴見せてもらっていいですか、こうやって。あ、絶対嫌だ。うん。じゃあ、鼻毛カッターしたとか言ってんじゃねえぞ、これ。10個位みんないけるか？いいじゃないですか。ちょっと待って。みんなバランマ、ちょ、ほんまかとみんな。負けすぎ、俺。ファンキー、ハートマ、リナバランマ、リナちゃん、はじめましてかな。さっき負けましたよね。ほっほっほっほ。黙れ。リナ、ハートマ、ツバメバランマ。行くぞ。今、忙しいくて。一回買ったぐらいでさ。入ってんですよ、お客さんが、お客さんが。ごめん、それ音、ちょっとうるさいと思うよ。その音は。あ、これはうるさい。もう一度下げたら、うん、その音だけうるさいかな。あ、了解了解了解。うん。ファンキー、キュンです。勝つか？みんなちょっと俺負けすぎて泣いてまうわ。助けてくれ。ああ、皆さん、助けてください。自分を助けてください。恵まれない子を拾ってくれませんか？本当に。よろしくお願いします。いいね、うん。恵まれない子がそんな、断層できる余裕ないでしょう。あ、断層できる余裕ありますよ。余裕は。あるんやったら、恵まれてるやん。リサクルでしょ？で、これもリサクルでしょ？で、これも。リサクルって何？リサイクルショップだよ。略し方はお前やばくね？なんでやばくない？リナちゃん、うん。あー、リナちゃんそうなの？リナちゃん勝たせてほしい。これ、初見さんでいらっしゃいということで。見ている方、マジで勝ちて、3桁か4桁、いける？あ、自分も3桁いけましたらよろしくね。ほんまに勝ってもういい感じでさ、気持ちよくさ。呼ぼう。誰か呼ぼう。7連勝やからな、こいつな。いくぞ。誰か呼ぼう。残り20秒。ここで、129人。ああ、誰か3桁か4桁。社員さん、ズキュンドキュンはしるいらしい。今、ちょっとここ。社員ナイス。かけてみた。シェイクシェイク、ブギーナツーバメイさん。頼むぞ、勝つぞ。私も、マジで勝ちたい。俺も、今、あれなんですよ。私もって言っちゃうんやったら、もう俺もって言い返さなくていいよ、じゃあ。じゃ、もう隠しとこう。いや、意味ないよ。社員ズキュンドキュン走り出し。やったー。勝つぞ、もうこの女に負けたら終わりやぞ、マジで。ほんまに。やだよ。あ、あやちゃんも来てくれてありがとう。今日わからんよ。勝つぞ、お前。あやちゃんも来てくれてありがとう。寄ってかない？ちょっと、いいことあるよ。いいことあるよ。いいことないよー。早く寝ろ。やだよ。やだよって。ひねれよ、そこは。返答を。ミスタードーナツっていつも言ってますよ。いつも言ってますよ。はい、じゃあ、いいことあるよー。ミスタードーナツの替え歌でなんか言ってみろよ、今。いいことあるよー。オーレインボードーナツパクンチョ。黙れ。言ったじゃないですか。おー、来たー、グラブゲット、グラブからのハンドハー、取ってありがとう。皆さん、助けて、誰か、今のうちだ、ハンドハート来た。誰がここ、ほんま助けてくれ、マジで。貸して。
あ、プリンセス、プリンセス、プリンセス、それのシェイクシェイク、ムキーヌ、ムーンの騒ぎって。ありがとう、ハートビーム、ありがとう、ハートビーム。ハンドハートありがとう、ハンドハート、ハンドハートありがとう。あ、ここは誰か、ほんま差し込んでくれ。誰か、誰か。ありがとう。あ、ごめん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 。誰か、誰か、誰か、誰か。あ、もうこれ、これ、頼む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 、よし、あ、ミストゲット、ミストゲット、ありがとうみんな、ありがとう、やった、あ、なんか、あ、なんか電話かかってきそうだ、あ、じゃあちょっとよろしく、あ、全然、うん、呼んでいいよ、社員ツバメ、リナありがとうでした、してみたん、あ、ナリタン、またツンテン、ルオンタン、そしてトリアジタン、本当にありがとうございます。はい、またな。はい。はいはーい。疲れちゃってごめんね。これもう誰にも語れへんな、これ。はぁ、終わりましょう。ナイス。フォローありがとう。グローブ持ってる人いないか、マジで。わかんない。いない？いる？本当にいない？きつい。ラッキーボーイ。